放送をご覧の皆様こんばんは、夜20時を回りました、ジャーナリストの津田大輔です。こういったですねちょっとマスク姿での放送になることをすみませんお見苦しいかもしれませんけど許しください。今回はですね、スタジオ 202X、危機の時代における文化政策というテーマで、ゲーテインスティテュート東京と、共同で番組をさせていただくことになりました。今、新型コロナウイルス対策、そしてをめぐって政府から今不要不急の外出あるいはイベントなどを自粛するようにという要請がこれ3月に入ってからかなり長い期間続いているわけですけれども、そのによってですね今文化芸術あるいはイベントスポーツさまざまなセクターが大幅なダメージを受けていて、その損失がもう数百億円に上るのではないか、数百億円では足りないぐらいの大きな損害が出ていて、しかも先行きが見えない中、このままでは文化芸術が死んでしまう、そしてそれに対してなかなか日本政府から明確なこの補償の必要性というのが出ていないということで、日々この論点というのが大きくなっているわけですけれども、今日はここから2時間この論点について諸外国の対策などと比較しながら今後ありうべきこのイベント補償の議論というのができればと思っております。ではまず、本日のゲストから紹介します。劇作家で演出家の平田織座さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、織座さんはこのイベント自粛の問題についてもさまざまな考えを述べられていますし、また、実際に講演を、ね、結構するのかしないのかというところで対策を十分した上で結構するということを決められた当事者でもしたものとしてないものを区別するのが私の仕事なので、そのあたりも今日当事者の立場からいろいろお考えを聞かせていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてもう一人の、ゲストは、弁護士の福井健作さんです。よろしくお願いします。はい、なんか覆面ライブみたいになってますけれどもね、はい、よろしくお願いいたします。はい、なるべくこの 1.5 メートル離してマスクもしてという一応感染対策をして最小限の人数でこの番組もやっています。福井さんは、エンタメ弁護士としては非常に有名な方で、著作権問題だけではなくて、さまざまなクリエーター、劇作家、演出家、ミュージシャン、あるいは漫画家、さまざまな本当にクリエーターの支援をする立場からさまざまな発言や、ご本を書かれています。今回のこのイベント自粛についてもかなり積極的に発言されていますし、今日は実際の表現に携わる当事者とそれを支援する側という立場でいろいろなお話を伺っていければなと思います。よろしくお願いします。でまずですね、ちょっと議論に入る前に、どういったこのイベント自粛というものが起きていたのかというのをここ2ヶ月ぐらいを振り返る形での、パワーポイントを作ってきましたので、そちらでこのイベント自粛のタイムラインを振り返りたいと思います。画面の方に出していただけますか。はい、まず2月の、これ政府から公式な要請になった最初のきっかけになったのが2月26日ですね。安倍首相がこの政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で国内のスポーツ文化イベントの開催を2週間自粛してくれというこういう依頼が要請がありました。なのでこの要請の翌日でしたかね、翌日かもう数日以内だったと思うんですけど、Perfumeがドームの公演をやめるといったような、ここから本当にやめざるを得なくなった大方イベントというのが一つの大きなきっかけ分水嶺になったのがこの2月の26日でした。ただ2週間自粛するよう要請というのがポイントだったわけですけれども、ただもう今日4月1日ですから、実質的にはここからもう1ヶ月以上の自粛がせざるを得ない状況が続いているということです。そして翌日には安倍首相がこの全国の小中学校に3月2日からの臨時休校を要請しました。これ萩生田文科大臣はこれちょっと臨時休校は一斉休校はやりすぎじゃないかというようなそういったような報道もありましたけれども、ただこれはトップダウンで
この臨時休校が決まるということもあって、まあ、これは直接イベントには関係ないんですけれども、ただイベントという意味で言うと、その卒業式や入学式にも当然影響は与えましたし、またあの世間の空気という意味でも、よりまあ学校も休校しているのにこれイベントやってる場合かというような、そういった効果もあったのではないかと思います。2月29日に、これもまあ、あの非常に象徴的な話だと思います。この、まあ、イベント自粛が要請されている中で8年ぶりに再始動した、バンドですね、東京事変、椎名林檎さんが率いる東京事変が東京国際フォーラムでの再始動ライブ、これを決行したことで、やはりまあ多くの批判を浴びるということがありました。まあ、これもともとやっぱり2月29日の8年前に活動休止したということがあって、まあ、あのバンドにとっても節目の日だったからこそ、この日からずらす、延期するというのは難しかったということもあったんだと思います。で、その2日後の、その翌日ですね、3月1日にも、東京事変がライブを決行したんですが、やはりこの2日間やったということで多くの批判を呼びて、じゃあその後全国ツアーが決まってたんですけれども、3月4日にこの全国ツアーの残りの5公演の中止を発表するということがありました。これも演劇界のみならず、まあ、本当に文化芸術に携わる方が多く反響がありました。野田秀樹さんですね、東京芸術劇場芸術監督の野田秀樹さんが、対策を従前に施し、観客の理解を得ることを前提とした上で、予定される公演は実施されるべきという意見書をホームページに公開され、多くの演劇人が賛同連帯の声を寄せました。まあ、織田さんもすぐにこれ賛同連帯の意を表明されて、さまざまな劇作家や演劇人の方もこれに賛同していました。まあ、それぐらい、まあ、演劇業界の方の危機感というのは非常に強かったということをよく表している声明だったと思います。その中で、まあ、イベントという意味では、まあ、これが中止になるのかという象徴的なことでもあったと思うんですが、東日本大震災の政府追悼式、これの中止が正式に決定したのが3月の6日です。まあ、政府の追悼式も中止になるということで、これは東北のそれぞれの各被害を受けていた自治体も延期する、あるいは実施はするけれども時間をすごく短くする、あるいは献花だけにするというところも多かったですね。まあ、こういったそれぞれの自治体がそれぞれの対策を施して、まあ通常ではない形で実施するというところが多かったです。でまた、じゃあいつまでこれ自粛が続くのか、2月26日から2週間経っても結局これ解除の要請がないということですから、この後で報道でやったのが、厚労省の幹部が3月19日頃まで、まあ、ちょうど専門家会議ですね、その頃までの自粛要請の意向を示しました。そしてその翌日、安倍首相がこの新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、まあ、この厚労省の意向と大体合っていますね、今後10日間程度のイベント自粛を求めるということをこの会合で安倍首相が述べました。ただ、まあ、3月10日の今後10日ということは3月20日ぐらいまでということだったんですけど、まあ、そうではないというのに、現実が今あるという状況です。そして、まあ、このイベント自粛とも関連があるでしょう、この新型インフルエンザ等対策特別措置法、いわゆる特措法ですね、特措法の改正案が国会が成立して緊急事態宣言が可能になりました。そしてその後、安倍首相がこの特措法成立を受けた記者会見を行いました。ただこの質問なんかで緊急事態宣言、まあ、これ当然国民の私権人権を制限することになりますから、どうなるのかという運用の仕方をめぐって、不安な声もあります。まあ、そういった懸念もあるので、この翌日の会見では緊急事態宣言をすぐするわけではないということで慎重な姿勢を示しています。ただ現状でいうと、日本医師会がもう早く緊急事態宣言をしてくれということを求めているという状況もあるので、まあ、緊急事態宣言も今いつ行われるのかというのは、まあ、予断を許さない状況になっているということだと思います。そして、まあこういう状況を受けて、かなりやはり、まあ、文化芸術方面の方もいつこれ自粛が解除されるかわからない、すでに1ヶ月
いろいろな公演が中止になったことで大きな損害が出ているということで、まあ、政治に対するアクションとして、まあ、大きなものは多分これが初めてだったと思います。日本クラシック音楽事業者事業協会がイベント自粛要請による公演中止延期で生じた損害賠償損害補償を求める要望書を文科省と経産省に提出しました。その時に試算された損害は24億円超だったということです。そして3月19日に、まあ、これで自粛解除もあり得るのではないかと期待された、まあ、イベント事業者側からは期待されていたところだと思うんですが、3月19日これ政府の専門家会議が感染対策の検討会議を開催し、ここでの解除はできないと。大規模イベントについてやはり感染拡大は、非常に厳しい状況で引き続きの自粛を求めるというのが、これが専門家の結論でした。で、まあ、まだこれ自粛続くのかというところで、これも大きな話題になったのが3月22日ですね。埼玉スーパーアリーナで格闘技イベント K1 ワールドグランプリが、開催されました。で、当日の観客6500人、まあ、まさにこれが大規模感染クラスターを作ってしまうのではないかということで、これも大きな話題を集めました。6500人集まった。一応、まあ、イベント主催者側は対策を取ってやったとは言っているんですけれども、やはりまあこれだけ人が集まってしまうとその限界もあるということで、まあ、これがあの感染を広げる原因になったのではないのかというような批判の声もありましたし、また、自粛の要請を埼玉県知事も、まあ、政府からもあったもののやはりこれやらざるを得なかった。これだからやらないと、しかも保証が示されているわけではないから、これやらないともうそのイベント興行主自身が倒産するかもしれないというリスクを負った中での非常に厳しい決断だったのではないかというふうに思います。3月翌日23日に小池百合子東京都知事が東京都のこのまま感染が進めばロックダウンもあり得るという認識を示しています。その中でやはり名指しされているのがライブハウスやスポーツジムなどの施設利用、あるいはイベント自粛を要請、保証等について、この時に実は小池都知事重要な発言をしています。保証等については税金を投入するということについて本当に正しいのかどうか議論のあるところかと思うということで、まあ、その時点で自粛は要請するけれども金銭的な保障をする考えはないということを都知事示しています。24日政府のヒアリングに出席した柳井さん、ピアノ社長ですね、柳井ピアノ社長が自粛要請でこの延期中止になった興行が約8万1000件あり、すでにこの1750億円の経済損失が生じていると指摘しました。まあ、これは非常に重要な指摘だと思います。まあ、つまりこれが2ヶ月3ヶ月と続けば、この1ヶ月でこれぐらいになっているわけですから、同様のものがどんどん積み上がっていくという、そういうまあイベント興行文化芸術に携わっている人からすると物引きならないような状況が生じているということです。3月24日同日東京オリンピックパラリンピックの約1年の延期が決定しました。まあ、これもイベント自粛延期という意味での最大級のものだったとも言えると思います。小池都知事が翌日この週末の外出自粛要請をして、まあ、外出自粛要請するということは当然イベントとかも開催できないですから、ここ3月24、25で28、29のイベントというのはほとんどなかったのではないかと思います。そして東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨の1都4県の知事がこの都市封鎖回避のための人混みへの普及不要の外出自粛などを求めているという状況です。でもう一つ大きな動きがありました。3月26日に DJ ノブさんが菅官房長官ほか議員に面会して、この今文化芸術イベントの関係事業者に対する助成金を求める嘆願書を提出しまして、それ自身のネット署名ですね、感染防止目的の文化施設閉鎖に助成金交付を求めるセーバーはスペースというものが発足して、そこからネット署名が今も30万筆集まって、これはネット署名の多分今までの日本の最速の記録だということです。これも話題になりました。3月27日宮田文化庁長官がメッセージを文化庁長官として発表して、日本の文化芸術の火を消してはなりません、ウイルスに打ち勝つために私が先頭に立ってこれまで以上に文化芸術の支援を行っ
ておきたいと書いたんですけれども、ただそのメッセージの中に具体的な支援保障内容が一切なく、まあ、多くの文化芸術関係者からまあ失望の声が上がるという、そういうこともありました。そして28日また安倍首相会見で、これまあ具体的にあの文化保障、文化芸術セクターに対する保障の話が、まあ、江川翔子さんの質問に答える形で出たんですけれども、やっぱりイベントの保証を税金でやるのは難しいという認識を示しました。ただまあ給付金で何らか対応できないかっていうことをちょろっと述べたにとどまったんですが、ただこれに対して具体的にどういう形になるのかっていうところまでは明らかになってないという状況です。そして、月曜日ですかね、小池都知事が緊急会見して、若者に対してカラオケライブハウス、中高年に対してバーナイトクラブなど、まあ、やはりまあ業種を指定して自粛をするというこの要請、さらなる要請が行われました。で、昨日セーブアースペースが会見して、この助成を求める署名が30万筆集まり、多くの文化人が賛同しているということが明かされたという状況ですね。まあ、大きな流れ、ここまで振り返ってきたんですけれども、まずじゃあ、織澤さん、この流れについてちょっと一言いただけますか。はい、そうですね、一言、長く喋ってもいいですか。どうぞどうぞ。いくつかの座標軸で考える必要があると思うんですね。冒頭で安倍首相の会見から始まったという説明があったんです。その前に、確か1日前か2日前に小池都知事が500人以上の大規模イベントは自粛をしてほしいというふうにまあ要請をまあしたわけですよね。でこれは非常に分かりやすかった。でこれ海外でも500人って結構そういうのが最初の段階では出ていたの、おそらく専門家の知見でもそういうのがあったんだと思うんです、共通して。でところが翌日か翌々日に安倍首相が大規模なイベント興行などを自粛してくださいという非常に抽象的な発言をしてしまったために、大規模ってどこからだって話になりましたね。で、私たちの業界的に言うと、特に演劇からすると、まあ、500人から1000人が大規模だろうということで、ところがそれがもうある方にとっては50人でも大規模だし、300人なのか500人なのか、まずこれが区別がつかなくなってしまったと。私5月の北米ツアー全部なくなったんですけど、ニューヨークとやり取りしてる間、途中でニューヨークは50人っていうのが出たんですよ。でこの50人も面白いなと思ったのは、そこにいる人間全部で50人にしろっていう指令で、だからうちのツアー15人キャストスタッフ15人だったんで、はいはいはい、だから観客あと35人っていうすごい、それも具体的ですよね。うん、でそういう具体的なものが示されなかったために、うん、非常にこの小規模な公演まで魔女狩りのようになんでやってるんだって話になってしまう、うん、まずこれが一つ、うん、それからやっぱりジャンルのことがありますね。もうライブハウスがクラスターに最初になってしまったもんですから、あらゆる興行がその対象になってしまった。でしかもあれ、一部民放ではライブバーと紹介してたとこもあったんですけれども、その飲食が伴って、しかも対面で話しながら音楽を聴くようなところとか、それから対バンでいくつものバンドが出て、そのバンドごとにこう観客が一番前まで行って声援をするとか、本当にライブハウスの方には申し訳ないけれども、そういうものと、例えば同じ音楽でもクラシックでみんなが前を向いて、で短い15分ぐらいの曲目にして換気をするみたいな対策が取りやすいものと、やっぱり当然分けて考えるべきだったと思う、冷静に分けて考えるべきだったと思うんです。で特に日本の場合、劇場音楽ホールというのは世界基準から見ても相当厳しい換気の基準を持っています。私の経営している駒場アゴラ劇場、もう80人も入れば満員になる劇場でも、毎年2回保健所の検査を受けて CO2 から何から測るんですね。で非常に天井も高いところが多い、まあ、そういうこう、まあ、あまり一般の方がご存じない劇場のまあ知識というのがあって、でそれをまあ全部一緒くたにされてしまった。もう一つは地域ですよね。要するに専門家会議の、からの報告でも、3つぐらいに分けようと、感染が非常に増加が懸念されるところと、まあ、かろうじて保っているところと、そして全く感染者が出てないところで3つ分けて、で例えば感染者の出てないところでは、低リスクのものから再開してくださいということを言ってますし、
今日の専門家会議の今日の報告でさえも、要するに感染者が増えているところでは10人以上の集まりはやめてくださいと言ってるわけですよね。でこの地域も、まあ、日本というのは小さい国ですけど非常に国土の長細い国なんで、また感染者の出ていない地域もあるんですが、そこもまあ一緒にされてしまって、まあその冷静な判断が皆さんできなくなっているんじゃないか。でこういうものをこうやっぱり切り分けてきちんと続けていく。じゃあその次にそこまでしてなぜやらなきゃいけないのかって議論は当然あると思うんです。その時に、まあ、このあと議論になっていくような文化の公共性あるいは持続性というものが、まあ、一つ問われてくるかなと思います。だからまたあれですよね、結局その今保証が全く示されてない状況ですから、この保証がね、例えばまあ諸外国のように本来で、まあ、本来もらえるだけのそういう賃金の 80% が保証されるような状況であれば、涙を飲んで今回は延期して自粛するのにも協力しやすくなるという選択の幅が出ますよね、はい、それは自粛ではなくて、うん、要するに停止、私たちも劇場、私35年劇場経営してますから、当然保健所から停止命令が来たらこれ食堂と同じでやめなきゃいけないんです、うん、でそんなものにはもちろん従うので、うん、でもそれは何らかの保証とセットなわけですよね、うん、でそれが自粛という曖昧なものがもう1ヶ月も続いていると、これも異常な事態だと思うんですよね、うんうん、でこれをどうにかして正常な法治国家として正常な運営にどっかで切り替えていただかないと、これいつまで続くんだっていうことになりますからね、うんうん、なるほど。福井さん、今かなり織田さんが問題点まとめていただいたんですけど、ちょっと簡単にこの今ここ2月26日、まあ、それ以前からこの4月1日に起きたことについて、振り返って思うことをちょっとまず。はい、福井です。では僕も3つのポイントを指摘したいというふうに思います。まず第一に損害の大きさですね、ダメージの大きさです。これは自粛が始まった3月の上旬までの時期で、公文協という、ね、全国の公立文化施設の、まあ、全国組織が緊急の調査をやったんですよね。その時にその時点ですでに公共ホールのイベントの中止率は90数%に上っていました。大規模なものだったらほとんど全てじゃなかったかと思うんですけれども、これは他のジャンルね、例えば飲食店とか、そういうものと比較しても群を抜いて高い自粛率だったわけです。つまりほとんど閉じてる。でこれらはチケット代というのはほぼライブイベントというのは返金をしますので、収入はゼロになるわけですね。でも高額の経費というのはほとんどそのままのしかかってきますから、大変な損失を抱えることになりました。これは小さな劇団が例えば100万円どうしても避けられない損失になったというケースから、例えばアーティストの全国ホールツアーだと、まあ、大体1億円超えるぐらい、それから中劇場での1ヶ月間の舞台公演もまあ大体1億円ぐらいの損失かなという感じです。大変な金額ですね。でこれ保険ではほとんど賄われませんので、もう倒産、それから個人が抱えきれない負債を背負ってしまい、こうした文化表現を諦めざるを得なくなる、もう人生が破壊されてしまうということはもう現実問題としてこう突きつけられているような状況です。この大変な危機的な状況というのが一番目あるだろうと思います。それから2番目はやっぱりそれに対して諸外国もほぼ似たような状況、ただし諸外国は自粛ではなくて命令という形で閉鎖を命じることが多いわけですけれども、それに対する支援ですよね。この危機のライブイベントあるいは博物館など芸術文化セクターに対してアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスと後でお話出ると思いますけれども、極めて 大規模大胆な緊急の支援策を次々と発表している。でその中で、共通して語られたのは芸術文化の社会にとっての重要性です。それは人々の生存にとって必要不可欠だというふうにドイツの文化大臣は言いましたけれども、どの
首脳も政府も幾度にこうしたことを言うわけですね。つまりやりたいことをただ我慢してるっていうだけじゃなくて、それは社会にとって大きな安全保障とか、社会にとって大きな価値、人々にとっての生きる上での大きな糧が失われる危機なんだよってことが共有されてる。で、現時点で日本ではまだ全く支援策というのは発表されていない状況です。これが2番目。そして3番目は、先ほどの織田さんのお話にもつながると思いますけれども、自粛だから保証しないというロジックですよね。で、私はこれはやっぱりなかなか納得が難しいと感じる人多いんじゃないかと思うんですね。つまり強く自粛を要請するということは、そうすることが社会みんなのためになるから強く自粛を要請するわけです、うん、先ほどまさに公共の福祉的な観点ということですね、うん、そうですよね。で、先ほどのお話にもあった通り、ジャンルによって違うから軽々なことは言えないけれども、例えば現代型の劇場やホールの多くというのは非常に、換気の基準が厳しいから、で、客席では人は喋ってないケースが多いから、それが例えばなんで飲食店や、あるいはそれこそパチンコ屋さんとがどんどん営業を続けているときに、なんで自分たちは優先的に閉じる必要があるのかなっていうふうに十分は理解できない、芸術文化関係者大勢いたと思うんですよ。でもそれがみんなの安全を少しでも高めるならば、その自粛要請に協力しようということで、みんな協力して多額の損失確保で閉じた。協力したものがバカを見るという状態に近くて、今もうアーティストはもう他のジャンルのことを本当にあまり強く言いたくないので、うん、我慢してきてるんですよね、うん、だけれどもやっぱりなんていうか、これだけ自分たちが何もできない状況が続くと、他はいいのになんでっていうふうにちょっとやっぱり言いたくなるような気持ちになってくるってことなんでしょうね、うん、それはもう社会全体が自分は我慢してるのにお前だけ我慢してないみたいな状況になっているので、ね、まあ、そこのなんていうか世知辛さも含めてですね、厳しい状況になってます、ね、そんなことは決して言いたくないからみんな決して言わないようにしてるけれども、でもせめて自主的にこれだけ協力したことに対してありがとうとかね、で、自主的に協力したから保証はないとか、それは自己責任でしょ。自主的にいいことに協力すると自己責任になっちゃって、強制されると保証があるって言われると、それは納得いかない人はおそらく少なくないと思うんですよ。以上、損害の大きさと諸外国と芸術文化に対する価値の置き方が違うのかっていうことと、それからこの自粛をめぐる扱いの差がポイントとしてまずは挙げたいと思います。はい、ありがとうございます。ではここでですね、実は、月曜日に、ベルリン市長、ベルリンは市長が3人いらっしゃって、その中で文化政策を担当している市長の方、政府文化担当参事のクラウス・レーダラーさんにですね、インタビューをしています。今日今福井さん織田さんが話していただいた論点なんかも含めていろんな議論を、質問を投げてみたらですね、やっぱり日本でもベルリンドイツの文化政策文化保障の今回の件に関する保障について充実しているという報道はあるんですが、その具体的な決め方のプロセスですとか、今後についてまだ全然報道されていない部分とかを聞けた貴重なインタビューになりますので、こちらの方を、30分ぐらいになりますので、これを聞いて、これを踏まえて、議論していければなと思います。では、画面を出していただければ。ジャーナリストの津田大輔と申します。早速まずお話を伺っていきたいんですけれども、今ドイツ連邦とベルリンでイベントや映画館あるいは美術館などいろいろな文化施設が閉鎖していると思うんですが、これいつから行われていて、その閉鎖について政府や州からの協力要請なのか、それとも法的な禁止なのか、このあたりの状況を教えていただけますか。はい、ドイツは連邦制を取っておりますので、どの州でも、同じルールが適用されるというわけではありません。ベルリンは州でもありますけれども、ここはまず3月11日に公立の大規模なコンサートホールや、劇場などが、大ホールを閉鎖するよう要請されました。そ
してその2日後の3月13日には、公立だけではなく、民間も含めてあらゆる文化施設が閉鎖されました。その中には、図書館や音楽学校、美術館、博物館、記念館、オペラ、劇場、こういったものが全ての文化活動をストップしました。これは確かに条例による法的規制を受けて行われた措置です。しかし11日にはまだお願い、自粛要請ということでした。ですが多くの民間も、民間施設もそれに従いました。そして13日には、全ての施設が閉鎖されましたが、それは確かに条例による法的規制に従ったものです。そういった閉鎖をできる根拠のようなものがあったんでしょうか、それとも新たに条例を緊急で制定したということなのでしょうか。ドイツではこのようなパンデミックに直面したことがありません。ですが連邦レベルではいわゆる感染症疫病予防法というものがあり、これが法的根拠となって州や自治体の管轄当局が感染症の拡大とそれに伴う危機の度合いに対処する方法を決めることになります。そうしたら州や自治体が自ら対策を決定することになります。そして実際3月13日には公的生活に介入する条例を発令いたしました。この条例は今後のパンデミックの状況次第でまた新しく制定し直せるかもしれません。そうしましたらそれは過去にはなかった新しい条例ということになりますが、これは過去にはこのようなパンデミックという状況がなかったということと考えています。伺いたいのはその決定を行う、これは音楽関係者あるいは演劇関係者、文化芸術関係者にとってこういった公立施設文化施設が閉鎖になるということは、収入を絶たれるという意味で非常に大きな決断だったとも思います。そういった関係者芸術関係者から、それに対する、異議の申し立てなどはなかったんでしょうか。3月11日には、議会で、ウイルスの専門家を呼んで、コロナ感染のメカニズムについてブリーフィングを行いました。その後執務室に戻り幹部職員と一緒にこれが文化施設にとってどういう意味を持つのかを話し合いました。続いて電話会議を行いまして大きなオーケストラやオペラハウスなどのインテンダントと話し合いを行い、まずは規模の大きなホールを閉鎖することを決定いたしました。ただしその時点ではまだ法的強制力のない要請だったんですけれども、すべての施設がそれに従って閉鎖を決定したわけです。で、3月13日には、非常に大きなスペースを会場に出しまして、すべての文化施設のインテンダントを招いて会議を行いました。感染が拡大しないようにということで、それに従ったわけです。そこで30分ほどかけまして、こういった人々の、コンタクトを断つことができなかったらどのような結果に、招くか、どうしたら、ウイルス感染の広がりを断つことができるか議論を行いました。非常に詳細な議論は2時間ほどかかりました。でその後では健康を守るためにはこれ以上の手段はないという結論に至りました。もちろん我々の施設にとってもまたそれ以外の文化業界の施設にとってもこれが重大な結果をもたらすということは分かっておりました。で私たちが要請した公的な施設もまたそれ以外の民間の施設もアーティストと観客とのコンタクトによって収入を得ているのは分かっています。ですからこれは簡単な決定ではなかったのですけれども、最終的にはみんなこれが正しい決断であることを納得してくれたというふうに思っております。その3月11日あるいは3月13日の徹底したその議論の中で、結論としては皆さん納得して受け入れられたということだったんですが、いわゆるそのベルリン州として保障の必要性、この保障の必要性についての議論にもなったんでしょうか。
保証ということについて申し上げますと、次のような疑問がありました。感染症予防法に基づいて条例が設定された場合、それによって生じる損失は市町村によって自動的に保証を求めることができるのだろうかというものです。ドイツの場合、例えば個人がウイルスに感染して隔離されて働くことができないという場合、実際その収入は例えば保健所とか財務省、こういったところから補填されます。ただ今回のような理由で管轄当局が公の生活に制約をかける場合には、予防法の条項が自動的に適用されるわけではありません。そして保障を受けられるというわけではありません。つまり個人がウイルスに感染すれば保障を申請することはできますけれども、それ以外の場合には保障は受けられないということです。ただ公的機関で働く人はある程度特権的状況にあります。我々が財政的に支援をしておりますので、すぐに資金的に困窮するというわけではありません。例えば来週、再来週、支払いが滞るというわけではないのです。ですけれども民間施設の場合は全く状況が違います。公的施設の場合はまず営業を縮小して労働時間を短縮するなどの措置を取るように話し合いをしました。これによって国が給与の 60% までを保障する、そして残りの分の手当、これはベルリン市が公的な財源で何とかするということを提案したわけです。ただ本当の問題は公的施設ではなく民間の分間施設が危機的状況にあるということです。これらの施設はベルリン市の助成金など全く受けていません。例えばクラブ、ライブハウス、小劇場、カバレット、それ以外には例えばプライベートのギャラリーなど、こういった業界では施設を閉鎖せざるを得ず、それが即収入カットにつながります。現在ある一般的な支援、こういったものは連邦がソロで活動する自営業者やフリーランサーに提供しています。またそれ以外にベルリン市も支援を提供していますが、もしこれらが不自由ということ不十分であれば非常に厳しくなると思います。芸術文化メディア産業におけるフリーランスおよび中小事業者に対して無制限の支援を約束されていました。その報道を見たんですけれども、この約束について、ドイツ国内の議論を教えてください。はい、現在は、具体的なそういった支援策プログラムというのはありません。現在のところ、連邦レベルではまず全般的な経済支援策を決定したというところです。つまり融資手続きの簡素化、それから操業短縮手当の支給などです。もし自宅待機となった場合、給与の 60% が連邦から保証されます。連邦政府が先週決定したことですけれども、例えば従業員10人以下の小企業、零細企業はこれから6ヶ月の間1万5000ユーロを上限として申請することができるというものです。ただこれは事業継続の目的のためで個人の生活を保障するものではありません。特に個々のアーティストやこういったグループをめぐってはさらに厳しい状況です。というのも多くのソロのアーティストやフリーランサーは自分の仕事と生活が分かれているわけではなく、その仕事と個人の生活が一体になっているわけです。ですからベルリン市政府といたしまして、先週の金曜日から今後6ヶ月5000ユーロという金額をフリーランサーに支給することを決定いたしました。この制度はすでに始まっており、支払いも始まったところです。おそらく20万から30万人がこの支援制度を利用すると思います。これは例えばギャラがなくなったり、ギャラリーを閉鎖したり、またアーティストとしてのサービス、例えばレッスン料であるとか
でイベント出演料、こういったものがなくなってしまう人たちに向けてのものです。ですからアーティストに対して連邦からの援助には限界がありますので、個人のアーティストや最小単位の事業所、こういったところに対しまして、ベルリンと市としてはいわば小さな雨よけの傘となるような援助を今提供しているわけです。ただそれより少し規模の大きい文化団体ということになりますと、例えば20人30人100人くらいの従業員を抱えたところで収入が途絶えるとなると、今後返済不能に陥るところが増えてきます。今週 2,3 週間あと2ヶ月くらいは持ちこたえられるかもしれませんけれども、問題なのはこういった事業者には融資が役に立たないということです。現在利率というのは高くありませんけれども、借りたお金はいつか返済しなくてはなりません。ですが文化事業で年に 10% とか 15% 利益が出るというところはほとんどありません。文化事業というものは通常、ほぼ支出と、収入と支出がほぼ同じという同じレベルにあるのです。ですから、融資を受けたとしてもアーティストや事業者が今後は返済ができないという恐れがあります。つまりコロナ危機は何とか乗り越えたとしてもその後は返済不能となる。ですからこの分野の支援に関しては何らかの解決が必要です。この分野に関して連邦政府の最高レベルではまだはっきりした方針は出ておりませんので、そういったの援助を期待することができます。2つ確認させてください。今教えていただいたそのベルリン州の6ヶ月で5000ユーロという、これまあ20万人ぐらいが対象といったお聞きしましたけど、これは文化芸術関係フリーランサーなどのに絞ったものなんでしょうか、それとももっと幅広い職業の人なのかということが1点、あともう一つ、報道でシュピーゲルの報道でベルリン市長が自営業者に1万5000ユーロの支援を考えているという報道があったんですけれども、これはまだ決定済みの事項ではないということなんでしょうか。見通しや給付の是非について教えていただ、議論について教えていただけると。基本的にこの財源はあらゆる分野のフリーランサー、自営業者、零細事業者などに向けたもので、現在20万人から30万人がこの支援を受けようとしています。これを必要としているのはただ必ずしも文化業界の人たちとは限りません。ただベルリンの状況が特殊であることは心に留めておく必要があります。特徴的なのは特にベルリンではアーティストやクリエイティブ産業に従事する自営業者が多い、また5人から10人の従業員を抱えた連載事業者が多くて、こういった支援を必要としています。ただ連邦レベルとは違いまして、ベルリン市としてはこういった特殊な状況に適合した支援を用意しようとしています。つまり、民間と、公的機関をこう分けるのではなくて、厳しい状況にある人であれば、特に個人のアーティストの場合がそういうことですけれども、こういった方に手助けをしようというものです。ですから、我々ベルリンが用意する支援策は、必ずしもアーティストに特定したものではないんですけれども、それでも全体としてはアーティストの抱える問題を考えて制定されています。5000ユーロの支援金は先週金曜日から面倒な手続きなしに小規模事業者に支払われておりますけれども、これはこのコンセプトによるものです。今の予定では自営業者は6ヶ月後に再度申請することができます。また少人数の事業員を抱えた事業者も3ヶ月後に申請することができます。また1万5000ユーロはこれは連邦が示した経過的な支援策で、これは緊急の生活支援のためということではありません。ですがこれも引き続き継続されますので、ベルリンが用意した5000ユーロがもし事業継続に足りないという場合には連邦の保証を別途申請することもできます。我々はそれに加えまして、もう少し規模の大きい文化事業者に対する支援策を考えております。
例えば、劇場や、クラブなど、こういったものが対象ですけれども、これについては引き続き、議論をしていきます。先週ミラー首相が、市長が発表したことは、基本的には今説明したこと、つまり先週金曜日からベルリンですでに実施されていることで、10万人単位の人々が開始から24時間以内に申請を行っています。この5000ユーロの、このフリーランサー小規模事業者への支援というのは、例えば外国人の方、ベルリンで働いている、外国のフリーランサーなどにもこれ適用されるんでしょうか。はい、もちろんです。そうでなければおかしなことになります。ベルリンという街は非常に多様性にあふれる国際都市で、もし文化業界の人がドイツ国籍を持たないからといってこの支援策の対象から外すようなことがあれば、それは全くありません。また芸術支援の理念に反しています。つまり芸術とは共生であり、異なるところから影響を受けて成立しているからです。ですからドイツ国籍を持たないアーティストもベルリンでは重要ですし、私たちの出演支援を必要としています。例えばこの文化芸術関係者に対して特別に性質上この支援をしてほしいということは、ここ日本でも政府に対して要請が行われているんですね。ただなんで芸術関係者だけが特別扱いなんだと、要するにこういった都市封鎖あるいはコロナの影響で生活が厳しくなるのは他の一般の他の業種の人たちも同様なのに、なぜ芸術だけ文化芸術だけは特別に保護されなければいけないんだというようなバッシングのような議論が日本では実は起きてはいるんですけれども、ドイツあるいはベルリンではこういったような議論というのはあるんでしょうか。はい、もちろんドイツでもこれが本当に必要なのかという議論はあります。ドイツ語では芸術でパンは稼げないという言い方をしますけれども、これは芸術に関わる人は、まともな稼ぎがないことを覚悟しなくてはいけないということです。これは芸術とは一種の娯楽であり、数少ない人のための贅沢で、社会全体にとっては文化も芸術も役に立たない、確かにそういった考え方もあります。ですが一方では文化芸術を特別扱いしてほしいという要求しているわけではないのです。私が望んでいるのは文化や芸術も他の業界と同じように平等に扱ってほしいということです。2008年2009年のリーマンショックによる経済危機の時に体制維持ということが繰り返し話題になりました。例えば銀行ですけれども、それは銀行がお金を流通させないと経済が機能しないということからです。ですが干からかれた民主的な社会にとって文化や芸術は本質的に重要で不可欠なものです。文化芸術のない近代国家を私には想像できません。ですから文化芸術についても他の業界と同様にまともに扱ってほしいと思います。またこの業界の特殊性にも考慮していただきたい。この特殊性とはつまり大きな収益を上げることができない、少なくともベルリンの私立の施設においてはそうです。ごくわずかな施設しか収益を上げることはできませんし、ほとんどがギリギリの収入でやりくりをしております。当然そこに関わる業界人も多くがごく厳しい状況で働いています。法律で文化施設に雇用されている人は業界全体を見回してもごく少数でしかありません。ですから私が望むのはこの緊急支援対策では文化芸術分野の特殊性に目を向けてもらいたいということです。そして最後にはコロナウイルスには打ち勝ったけれども文化芸術がそれに負けてしまったということであってはいけないというふうに思っております。先ほどレダーさんの方からこの今のこの緊急対策であって次の支援が次に必要だというお話がありました。ただまだその具体的なプログラムがまだドイツとしてもベルリンとしてもまだ決められている状況でないというお話がありましたけれども、これやはり世界的なこのパンデミック状況を見ると結構このコロナのウイルス の感染状況世界的に中長期化長期化していく可能性も十分あると思うんですね。その中でまさに次の政策プログラムが重要になってくると思うんですが、
まだ決まってないということだったんですけれども、このようなやり方はあるんじゃないかという議論自体は行われているんでしょうか。はい、目下のところアーティストや文化施設などは非常にクリエイティブに動いておりまして、どうしたら自分たちの活動をデジタルで人々に届けることができるか考えています。これに関しては連帯と相互援助の精神で、アーティストや小規模事業者がベルリンで1週間ほど前にインターネットのプラットフォームを立ち上げたところです。これはベルリンアライブという名前で、いわゆるデジタルの催し物カレンダーで、誰もが自宅から自分の活動をストリーミングで発信できるというものです。それを見た人は寄付のボタンを押すことで連帯を示すことができます。こういった方法でアーティストに寄付をして支援することができるわけです。それとはまた別に、目下このパンデミックがどういうのに広がって、私としての暮らしが今後2、3ヶ月、6ヶ月後に制限されるかは分かりません。ですがそれをやはり念頭に置く必要があります。もしかしたら人との接触を制限した状態で比較的早く再開できるような活動もあるかもしれませんけれども、時間がかかるものもあるでしょう。ただ1500人が大きなホールに座ってヴェルディのオペラを楽しむにはまだだいぶ時間がかかると思います。まず先週最も厳しい状態に置かれた方たちに対する支援策を打ち出してましたけれども、次のステップとしては文化施設をどうやって破産から守るかということです。というのも助成金に流用しを行って、これから1、2ヶ月、まあ、4ヶ月の間、収入の見込みが立つまで支えていくということです。これが私たちベルリンが考えていることです。連邦レベルではまだのようです。ただ私自身としては今後もベルリン市として、また州として連邦の対策も要請していきます。ベルリンはドイツ、そしてひいてはヨーロッパにとっても重要な文化首都だからです。ですがこれは他の中小都市でも同じことで、劇場やカバレット、ライブハウス、ギャラリー、こういったものがあって同じ問題を抱えています。その意味で私たちは協力を惜しみませんし、また理解と対策も政府に要請していきたいと思います。すみません、お時間が迫ってるんですけど、あと2問だけお願いします。この連邦制で地域主権が確立しているドイツは、文化政策もこの州ごとによって違うというお話が今ありました。このベルリンのこの文化政策の基本理念と、具体的に日常的にどういった芸術家への支援が行われているのか教えていただけますか。ベルリンはある意味で特別な街です。なぜかというと、もともと大きな製造業はなく、金融の中心でもありませんし、また巨大コンセルの本部というものもありません。ベルリンは非常に多様な街で、あちこちにいろいろな中心地があります。規模の大きな文化施設から、小規模ながらも魅力のあるグループやソロのアーティストが非常に幅広い文化活動を繰り広げています。ベルリンの特別な魅力とは、アートシーンが非常に多彩でクリエイティブであることです。そしてそれが多くの人を引きつけますし、またベルリン市民にとっても魅力のある街になっているわけです。大切なのは、ここで、クリエイティブな人々の豊富なアイデアをいかにサポートするか、そして、危機の時代の支援策をいかに継続して、私たちが、力の及ぶ限りこのコロナの危機にあっても支援策を実施し、経済的に支えていくことです。そして、さらには融資によって今後存続が危ぶまれる、文化施設が、支払いを継続できるようこれから数ヶ月支え続けることです。我々は目下全力でそれに取り組んでいます。これから2ヶ月、4ヶ月後にどうなっているか分かりません。私たちも毎週新しい事態に目を向けて、どこでどんな支援が必要なのか、そしてどうやってこの継続的に支援を行うか、新しい対策を考えていきます。そしてもちろんドイツの連邦制におきまして、文化は州の管轄ではありますけれども、
今回のようにドイツの歴史を振り返っても洗礼のないような危機の時代においては、文化やそれを享受する生活において、また民主的な自由というものにおいて、文化が他の業界と同様の扱いを受けること、そして連帯を感じてもらうこと、大規模な製造業やサービス業、金融業と同じ、最低でもそれと同じレベルの対応をしてもらいたいというふうに私は期待しています。あ、すみません、確認なんですけれども、先ほどその芸術家がデジタルのオンラインプラットフォーム上で、表現が可能な、あるいは寄付なんかもできるというような、そういう、まあ、インターネットのプラットフォームをベルリン州が整えているというお話がありました。これの名前を教えていただきたいのと、あと、このサービス、例えば演劇なり音楽なりがここに登録するのはベルリンの市民だけなんでしょうか、それともドイツ国民すべてが利用できるものなんでしょうか。はい、これはベルリンアライブというサイトで、ベルリンアライブはスペースなしでワンワードで書きます。これをご覧いただくと、ベルリン市民のクリエイティブな活動を一望できます。このような状況下でベルリン市民はもちろん、世界中にいる方に、世界中の共感している方に向けて自らの活動を発信しているというものです。元はといえば、これはベルリン市の文化を対象にしていたんですけれども、他にも同じような趣旨のプラットフォームができつつありますし、ゲーテインスティテュートでも関心を持ってくださっていると聞いています。最後の質問です。なぜこれドイツ人にとって、あるいはベルリンの人にとって文化芸術が大切なのか教えていただけますか。私自身の考えを述べるのであれば、民主主義と社会の発展にとって、特に危機の時代によっては特に文化は不可欠であるというふうに思っています。また一方、ドイツ全体としていうことで考えるなら、また別な答えがあるかもしれません。ドイツは歴史的に見ても常に文明国家だというふうに考えられており、詩人や思想家に敬意を払ってきました。それぞれの詩人や思想家の持つ批判的でクリエイティブな能力、これは別にしても、それがドイツという国の自己認識を形成してきたわけです。ですから文化がドイツの自覚において高い位置を占めてきたのだと思います。実際的な生活においては、他の国同様、文化芸術は特別な保護が必要なものだと私は思っております。さまざまな質問に具体的に答えていただいて本当にありがとうございます。お忙しい中本当にありがとうございました。東京の皆さんもどうかお気をつけてお過ごしください。私は昨年の10月に東京に行きましたけれども、素晴らしい街でした。どうか危機を皆さん乗り切ってください。はい、ということで、レダーさんどうも、はい、非常に何というか、ここまで日本の状況とドイツの状況違うのかということをなんか実感させられる、最後の言葉の危機の時代においては文化芸術こそが大事であるというようなこと、これこの後の議論につなげていきたいんですけども、なんかちょっとお二人に感想を伺いたいんですけど、でもそれそうするとまたちょっと長くなりそうなので、ここで実はこの今、文化芸術分野へのこのイベント自粛に対する要請が行っている、それを裏側でサポートされている国会議員の寺田学さんにZoom で、おつなぎしているので、ちょっと一旦これ数分休憩を入れて、つないで、そこで10分ぐらい、今国会での議論がどうなっているのかということを話をして、その後お二人 その政治家の議論に、受けた議論を進めていければなと思います。じゃあ一旦ここで数分休憩をいたします。よろしくお願いします。
はい、ここでですね、今、衆議院議員の寺田学さんと、ズームがつながっていますので、国会で今このイベント自粛に対する補償の議論が、どのようになっているのかというのを聞かせていただければなと思います。はい、寺田議員は、実は昔ですね、ダンスですね、深夜のクラブダンス規制の時にも国会で精力的に動かれていた議員の方で、まあ、こういった文化政策、文化セクターでの、さまざまな活動をされていることはご存知なんですけれども、まあ、普段どういう活動をされているということと、現在のこの今の、イベント自粛に伴う文化芸術セクターの危機的状況についての、まず所感から教えていただけますか。はい、私自身衆議院やって今、今年で15年になりますけれども、まあ、さまざまその都度その都度仕事はしてきました。さっきご紹介いただいた通り、クラブの営業時間であったり業態のあり方を規制する風営法の改正っていうのには、まあ、一クラブユーザーとして現場の意見を含めて議論したり活動したりしてました。で、今回このイベント自粛であったりクラブやライブハウスで、最近はやっぱりもう飲食店も名指しされましたので、この自粛要請によって苦しい立場に置かれているその業界に対してどうサポートができるのかっていうのを一生懸命取り組んでます。で、先週ですかね、私もともとクラブが大好きで、クラブミュージックが大好きで、野外でもクラブでもそういう場に議員になってからも足を運んでましたけれども、まあ、そういうクラブの仲間たちおよびそれを作るオーガナイザーだったり DJ さんだったり、そういう人たちが苦しんでるのを見て、なんとか助けになりたいなという時に、まあ、私が一ユーザーとっていうかリスナーとして聞いてた好きな DJ の DJ ノブさんが国会議員と話をしたいということだったんで、2つ返事で OK をして、お話を聞いて、その日の夜に菅官房長官に連絡をして、こういう現場の苦しさもあるんだと、ちょっと話を聞いてほしいということを申し上げたら、まあ、翌日すぐ時間を取ってくれたんで、まず官邸というか、まあ、会った場所は官邸じゃなかったんですけれども、長官に直々に話をしに行ったというのが最近の経緯です。官房長官のこれ反応としてはどうでしたか。まあ、正直すぐ時間を取ってもらえるとは思えなかったので、しかもまあ私野党議員ですから、ただそのことに関してはすごくレスポンス早くて、気持ち的には前のめりでした。で、どうぞどうぞ。はい、まただから感染防止目的のこの文化施設閉鎖に助成金交付を求めるこのセーブアワースペースという動きが始まっていて、まあ、これが非常に署名とかも集まってはきているんですけれども、これ、まあ、当然その今回 の損害を受けているのは、まあ、音楽やクラブだけではなくて、まあ、演劇であったりとか、まあ、スポーツであったり、まあ、他のあらゆる文化芸術分野が同じようなことをやっているんですけれども、このあれですよね、ノブさんがやられたこの嘆願書というのは、クラブ文化に文化やクラブだけに限った話ではなくて、もっと大きな要請ということで、ご理解でよろしいんでしょうか。まあ、本当の趣旨はそこにあると思います。ただ、まあ、当事者たちの集まりという形でやりましたので、当然クラブであったり、それにクラブに関わるライブハウスに関わる演者であったり、舞台を設置する皆さんだったり照明さんだったり、そういう方々の本当に今の現状を助けてほしいという嘆願ですけれども、もっともっと広い意味を持って、広がりを見せていると思います。これ素朴な疑問なんですけれども、なぜこれだけ自粛要請を強くやっているにもかかわらず補償とセットで、語るということを、これ政治の側がやっていないんだと思いますか。大事に思ってないんだと思います。あとやっぱりどういう現場でお金をやりくりしてやってるのかっていうのは見えてないんだと思うんですよね。で、長官のところにノブさんと2人で行った時に、長官すごく何でも助けてやりたいと、まあ、本当に一つの倒産も許さないんだと、もう全部救いたいんだっていう意気込みを言ってくれたんですけど、出されたのが政策金融公庫での無利子融資だったんですよね。で、いやいや確かにこういうのはありますけどと、後ろに秘書官の方は、まあ、役所出身の秘書官の方がいるんですけれども、そこといろいろ話をしてると、なんでクラブとかライブハウスだけはお金を借りるんじゃなくてお金をこう支援されると、ただでもらう側になるんですかっていう言い方をされたのがすごく僕はショックで、ああなるほどね、うん、だからまあそのいや
いろんな理由ありますよ。まあ、その時に僕自身としてやったのは、いや、クラスターを作る可能性があるから、厚生労働的な意味で感染抑止のためにもこういうところをちゃんと閉じてもらって、これ以上感染拡大しないためにも必要でしょ、そのために税金使って渡すのも大事でしょと、理解しやすいかなと思って言ったんですけども、なかなか通じず、まあ、詰まるところは自分たちで自粛を要請してんだったらちゃんとその人たちに対して保証しろよという当たり前の理屈が通らない感じです。福井さんや織田さんからも何か質問があれば。じゃあ私から、弁護士の福井です。はじめまして。はじめまして。今ベルリン市長のお話を伺っていてね、で、段階で考えてるなと思ったんですね。まずは一番、まあ、いわば弱い輪の部分というかな、個人としてのアーティストとか非常に小規模な、フリーランスの方の生活保障の部分で、それも日本ではちょっと考えられないね、3ヶ月間で、日本円で180万円とか、あるいは小規模だと108万円とかね、さらにベルリン市は独自にほぼ同額ぐらいを出そうとしているとかね、そういう規模で生活を支えようとしている。でもそれだけじゃなくて、この個人の生活に加えて、例えば従業員100人というような劇場とかエンターテインメント企業とか文化系の団体なんかでは、もっと大きな損失を被っていて、この倒産がもう迫ってくるんだと。でこれが倒産してしまえば、それも波及的に周りにずっと広がっていって、結局はもう業界全体が壊滅することになりかねない。だからその大規模なところはもっと大きな事業支援で支えていかなきゃいけないんだっていう話をしましたよね。生活保障、それからそうした連鎖倒産も防ぎ、文化の大事な泉が枯れてしまわないように、事業も支えていこうと。それは被った損失が他のジャンルと比べても圧倒的に大きいからですよね。そういう考え方が、ある。これ非常に自分は印象に強かったんですけれども、国においてはせいぜい給付金という、おそらく多くの人はそれは生活の最低保障的なところで何か考えようかなというふうに受け取ったと思うんですけれども、今のところその議論しかされてないというような感じなんでしょうか。あるいはそれにも至ってないって感じでしょうか。まあ、スケジュール的に言うと、まあ、与党であったり与野党で協議会明日もありますけれども、まあ、政党の方から提案があって、それを受けて政府がおそらく来週の火曜日ぐらいをめどに、いわゆる経済に対する補正予算を組むと、まあ、その内容がどうなるかって議論なんですけど、まあ、正直、まあ、今自民党さんの提案された内容一番早いですので見てますけれども、やっぱりちょっと具体的なそういうところは見られないと。まあ、もちろんなんかこう見てると、スポーツ文化芸術に対する手厚い支援ということで、イベント中止等で、打撃を受けているところに対しては手厚い支援が必要だと、それをするべきだということは書いてくれてるんですけども、やっぱりその何のために必要なのかと、その文化っていうのはどういうものなのかっていうところが、これ自身が文部科学部会の中からの提案の内容なんですけれども、あんまりこうしっかりと重みを持って語られてないところがあるので、おそらく給付金とりあえずバババババッとその急場をしのぐ資金をということは考えてるかもしれませんけど、もしかしたらそれでパタンと終わりで、あとはもうそこからもう自分で融資で借りてくださいねと、だって無利子ですからというところになるんじゃないかな。これ確認なんですけれども、先日 の安倍首相 の会見で、まあ、保証を税金で行うのは、難しいけれども、まあ、給付金というような形ならという、まあ、ちょっと曖昧なことを濁した形で言及がありました。あれいわゆる全国民向けの給付金とは別に、文化芸術関係の方々への給付金が、あり得るということなんですかね。その場合の金額感とかっていうのは大体どんな感じなのか、議論としてはどういう流れなんでしょうか。まあ、僕はまあ長官といろいろ話している感じで言うと、どの業界にだけとかどの分野にだけ出すっていうことを非常に懸念しているというか、他のところとの平等感がないというので、そういうやり方をすると大変なことになるんじゃないかという危惧を持たれている雰囲気がありました。
なのでそういう意味で言うとあんまりそのどういう形でおそらく一般の方々に10万円とか何万円っていうのはまた別の話だと思うんですけども、文化の関係の団体であれあとは民間の普通の町工場の人であれ同じようにバッと配るような仕組みを考えているのかなというのは感じました。はい、わかりました。またおそらくこれ動きがですね来週以降あると思いますので、状況によってはまたそれを受けて同様のこういった、はい、議論する機会も受けていきたいと思いますので、またその時にお話聞かせてください。よろしくお願いします、はい、どうもお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ということで、まあ、ちょっとこのあれですね、本当は先ほどレーダラさんの、うん、レーダラさんのインタビューを聞いてお二人に所感を伺ってから、はい、寺田さんにつなごうかなと思ってたんですけど、ちょっと時間の関係もあって一回切ったんですけど、まあ、なんか二つを並べて話を聞いたことで、はい、よりなんかその対比が、はっきりとしたなと思います。じゃあ織田さんの方から、はい、確かに自粛要請をしたんだから協力してくれたんだからお金を出せという理論はちょっと厳しいと思います。そうすると例えば昨日一昨日出たいわゆるキャバクラとか、そういったあの高級クラブの方ですね、クラブではなくてにも出すのかという議論になってしまいますので、そうですね、うん、でじゃあそこでどんな線を引くのかということで、まあ、ドイツの例が参考になるとすれば要するに文化芸術を守る表現の場を維持しておかなきゃいけないんだと。ここが特にベルリンがっておっしゃってたのはベルリンは非常に民間セクターの強い都市なんですね、うん、他のハンブルグとかに比べてですね。で日本はもう全体がそうで非常に民間の小劇場とかクラブとか音楽ホールとかが日本の文化を支えてきて、公共ホールっていうのは後でこの20年ぐらいの歴史なんですね、クリエイティブなものをやってきたというのは。でこの支えてきた民間セクターが崩れてしまうと日本の芸術文化が総崩れになってしまうので、うん、この場を維持するための補助っていうものが何かないと、まあ、きついだろうなと。でもその意味で言うとその民間がやはり支えてきたっていうのは、うん、はい、ベルリンと東京似た部分があるってことですね。はい、そこは共通点があるので、ただしその一般の市民の考え方としてヨーロッパでは劇場というのは教会に近い、要するに市民生活を支える一つの重要な場所でありインスティチュートなんですけれども、日本ではそういう感覚はないので娯楽の場という捉え方なので、だったら好きな人だけが行けばいいじゃないかと、亡くなっても多くの人は困らないだろうと。で私たちはよく、まあ、私大学でもアートマネジメントとか教えるんですけど、そこではその要するに劇場というのは学校や病院と、まあ、同等の、まあ、そこまではいかなくてそれに近いぐらいの公共性があるんだと。で市民生活にとって、あるいは市民社会にとって、あるいは民主主義にとってですね、なくてはならない場所なんだっていうことが、まあ残念ながら日本ではコンセンサスとしてないので、まあ、非常にそこが一番問われてるんだろうなと思います。民主主義を支える基本的なやっぱり基盤インフラであるっていう言い方は、ね、レダラさんも、うん、はっきりと述べてましたね、うんうん、まあ、そのあたりでやはり、まあ、ベルリンが今やろうとしているこういった保障文化政策というのは、うん、むしろ東京にも馴染むものであるということなんでしょうね。例えば新聞とかテレビとかジャーナリズムがある種民主主義を支える、まあ、逆に第四の権力とよく言われますけれど、そういうのと同じように劇場というのもある種のこう市民が議論する場としてヨーロッパでは長く機能をしてきたので、これを潰してしまうと民主主義自体が壊れてしまうんだということなんですよね。ではそのまあ意識が残念ながら日本ではまだ浸透してないところに今回のこれがあったので、まあ、非常に公的情勢は難しい状況にあるなということです。寺田さんの話を、まあ、なんとなく多分喋れる話は喋れない話両方あるとは思うんですが、ただ温度感から察するに、まあ、政府としては基本、まあ、文化芸術セクターに対しては、まあ、他と同じように無利子無担保5年間でそれはやりますよと、融資はやりますよと、で給付金に関してはやっぱり特別扱いして大きな金額を渡すというのは難しいかもしれないので、特に文化芸術に絞るというよりかおそらく中小企業みたいな
そういうような中規模事業者に対しての給付を、国民全体のとは違った別枠で設けるんじゃないか、その中で、まあ文化芸術業者も救われるかも、でもフリーランスどうするんだみたいなっていうところ、ちょっとこの辺まだ分からないんですけれども、いずれにせよ特別手当が分からないですし、来週のその火曜日にその経済対策っていうのが発表される予定ですから、となるとその来週までに、どういう内容でやるのかっていうのは今まさに自民党の中で流れている資料なんかを見ればある程度予測可能なんですけれども、その中ではやっぱりベルリンがやっているような個別の文化芸術の救済策は入っていないという、このあたりまでは分かったという状況です。福井さんいかがですか、一連の2人の話聞いて、今の、ね、芸術文化の特別な価値、全くその通りだと思うんだけど、もう一つね、レーダラさんの言ったことで大きかったのは経済が違うってことですよね。なぜ支援が必要なのか、それは経済構造が違うからだと。でそれは寺田議員が言ったね、どうもそのこうしたアートやライブイベントの現場がどう動いてるか日本の政治家には分からないようだっていう話と非常に好対照だったと思うんですよ。レーダラーさんはこうした分野は一般の人はあまり分からないかもしれないけど、とても利益率が低いんだってことを言った。これその通りなんですね。利益率極めて低いんです。コンサートが先ほど全国20カ所ぐらいの全国ツアーをアーティストが行う、それが潰れてしまうと大体1億円ぐらいの損失が生まれるって言ったときに、1億円も儲かってるんだっていう反応があったようだけど違いますね。1億円はコストが1億円なんです。で、利益率なんて 10% 切っちゃってますよ。90何パーセント埋まらないと黒字にならないぐらいですよね。ごくわずかな利益率、現場の労働環境も非常に過酷であることは著名です。で、そういう、こう非常に、経済構造的には脆弱であること、社会にとって必要なのに経済構造的には脆弱であること、そしてもう一つ経済が違うのは、冒頭でもお話しした通り自粛率の圧倒的な高さですよ。このセクターの90数%、つまりほとんど全部閉じてる、そんなジャンルは他にはほとんど見られなかったわけです。飲食店は大体やってますもんね。まあね、もちろん皆さん苦しいからな、あそこは楽だなんてとても言えることではないけれども、でも圧倒的に閉じたってことは間違いない。それがほぼ全額が損失としてのしかかってるわけですよね。だから現実問題としてもう倒産しちゃうんです。潰れて、それは連鎖の倒産を生み、多くの芸術文化活動、アイドルからライブイベントから美術館博物館に至るまで、多くの人々がこの職を離れざるを得なくなるような危機が目前に迫ってるからこそ、ドイツもベルリンもそしてヨーロッパ各国アメリカも緊急支援をこれだけ一気にガッと行おうとしてるわけですよね。そういう経済の違いっていうのは言えると思うんですね。だからこの金、レーダーさんの、ね、重要なポイントはやっぱ僕2つやっぱあったなと思うのが、あくまで、やっぱり決めるプロセスもすごく冷静でしたよね。基本的にはまずもうこれを決めるっていう段階で、そこの大きな劇場 のトップを呼んできて、あとはもう多方面 のそういう関係するセクターの人を呼んできて、こういう法律に基づく要請なのでこうだったっていうのを決めて、最終的に全会一致でそれを決めているっていう、だからもうなんかトップの、変な話ですけど思いつきでやってるわけではなくて、あくまで熟議でやった上でそれでやると。ただ それに伴うやっぱり当然経済的損失が出るから、それは保証のスキームをやると。ただこれまだ新型コロナの難しいところはいつまで続くかわからないので、あくまでこれは短期的な息継ぎをするための資金であるということを示して、そしてまた次にどういうスキームがあるのかっていうのを長期的に考えていくっていう、ここまでやっぱりはっきり示されれば、おそらくもう文化芸術のやっぱりこう自粛せざるを得ない側も一緒に乗り越えようというね、そういうのを多分作っていけるということもあると思います。でもう一つがやはり外国人に対してですね、やっぱりベルリンというのがそれだけ特別なところでもあると思うんですけど、外国人に対してこれ支援の対象ですかって言ったら、もうこれもう本当に要するに外国の方であってもそこに住んでいる人がそこで講演をやったりイベントをやってくれることによって、都市の文化力多様性というのがもたらされているんだから、当然支援の対象であるというふうに、ノータイムで答えていただいて、
これはもうドイツ、特にドイツの特徴なんですけれども、私ハンブルグの、州立歌劇場でオペラを作ったことがありまして、2ヶ月ハンブルグ滞在してたんですけど、その時のオペラは私が作演出で、作曲家細川敏夫さん、日本の現代音楽の第一人者ですね。それから指揮はケント長野、日系アメリカ人です。から舞台美術と衣装は私が連れてった日本人スタッフ、照明は私が普段ヨーロッパでよく仕事をするフランス人の照明家だから、それからソリストは日本人とデンマーク人とアメリカ人です。要するに主要キャストスタッフに一人もドイツ人いなくてもドイツオペラなんです、はいはい、それはドイツの州立歌劇場、日本で国立歌劇場の役割は人類の財産となるようなレパートリーを生み出すことが最大のミッションなんで、そこでは人種は問われない、国籍も問われない、いい作品を作れてくれればそれはドイツの文化に貢献しているんだっていう考え方です、一方でね、例えば瀬戸内国際芸術祭、経済波及効果170億円といわれるもう香川県にとってはなくてはならないイベントになり育ちましたね、ところがですね、数年前に香川県議会にディレクターの北川フラムさん呼ばれて、これ県の予算でやっているんだからもっと県のアーティストを使えと質問を受けたんです。これね、もしドイツやフランスの議会でそんな質問をしたらその議員はレイシスト扱いされます。その通りですね。浦和レッズがジャパニーズオンリーと垂れ幕をサポーターが出しただけであれだけの制裁を課された。無観客試合ですからね。スポーツでさえそうなのに、アートなんてだって作品見たってどの人が作ったのかなんかちっともわからないわけですよ。それは人類共通の財産を生み出すのが劇場の役割だってことを非常にはっきり認識されてるからなんですよね。だから原理原則にのっとっていれば当然のことだ。いや、やっぱり僕が印象的だったのは、その質問をしたときに、なんでそんな質問をするの、当然でしょっていうふうに返されたことなんですよね。逆にさらに津田さんが強い質問したら津田さんもレイシスト扱いされますよ。質問自体がですよね。だからそんなことはもう当たり前のことなんですね。そうなんですよね。だから僕ももちろんそんなことはするべきでないと思って、あえて質問をしている、ただ本当にそれを公的な資金を出すという時に、非常にはっきりそれを打ち出してせるというのは、非常にやっぱり立派だなと思います、ね、そうでしたね。なぜ僕も質問したのかというと、これまさに日本の状況との対比というのがあって、日本だと自民党の、議員がまさにこの外国人に対して給付はやるけど外国人に対してはっていうのを出したくない的なところを、やっぱり議員という立場でそれをやっぱり言うような人がいるので、これは非常にやっぱり問題だなとも思いました。もう一つの問題は、そのアーティスト支援ということは今まで議論されてきて、それは喫緊の課題としてそうなんですけれども、それなぜ芸術文化が必要なのかということを、確かにその表面的なものだけ見るとドイツと日本の差大きいんですけど、日本も憲法でですね、健康で文化的な最低限度の生活って保障しているわけですよね。でこの生存権的基本権が、教育を受ける権利とかも含めて、でそのうちの、とにかく今は健康を優先しなきゃいけないと。で他の例えば教育権とかその、経済とかが一旦制御されると。でこれはしょうがないことだと思います、非常事態宣言が出れば。だけどこれが回復した時とか途中であっても、ある程度の保障はしていかなきゃいけない。だから本来アーティスト支援であると同時に、それは全国民のための支援であって、今本来保障されるべき国民の権利が抑制されているわけですよね、文化を享受する権利が。でここのところも押さえておかないと、なんか単にこうアーティストが自分お金大変だからお金くれって言ってるみたいに思われるってところがね、そもそものコンセンサスがちょっと違うってことなんですよね。それはね、先ほどの外国人にも支給をしますって話にも通ずると思うんですけれども、あれは人権問題であるだけじゃなくて、非常にこう巧みな文化経済戦略でもあるわけですよね。ベルリンにとってまさに文化戦略ですよね。で、諸外国さまざまな文化的バックグラウンドがある人が来ることによって、ベルリンの文化っていうのはどんどん豊かになって、都市としての魅力が増す。もし、厳しい時に支給をしませんよって言われたら、その人たちは他の国地域に移っていってしまうでしょう。ベルリンにとっては損をしてしまいます。だから支給をする、ここが居心地がよくあなたたちがアート活動できるところですよっていう場所を作ってあげる、で誘致する。
経済戦略として当たり前のこととも言えるかもしれないですね。あのもうはっきりと文化政策はソフトパワー戦略の中に組み込まれているので、まあ、町や州や国のイメージを形成する、例えばフランスの外務省文化部の役人たちは口を開けばもうシャネルやヴィトンが売れるのはフランスが世界最大の文化大国だからだと、だからフランスはあの単に分かりやすい文化だけではなくってあらゆる先端的な芸術を世界に先駆けて紹介していくんだと、その点では国籍は問わないと。だから実際にベケットだってピカソだってみんなフランス人じゃないんですよね。でも世界はフランス発の文化と捉えている。でその人たちみんなその本国とのコネクションを持ってきてくれるわけですよね、言ってみればね。そうするとね、織田さんを招くことによってフランスやドイツっていうのは日本とのすごい強いコネクションを手に入れるわけですよね。だからそういう意味でも意識としてはまあ当然出てくるんだろうななんていうふうに伺いながら思いましたね。あの先ほど織田さんがおっしゃられたね、やっぱりじゃあそういう都市が何をやるのかっていうことで、そしてこれからの保障っていうのも含めてやっぱり表現の場を確保するっていうこと、これに対するやっぱりレーダーさんからはあの責任を感じたんですけども、同時にこの新型コロナウイルスの難しいところっていうのはやはりそうは言っても実際感染のリスクがあるときにあの表現の場を守らなければいけないけれども、実際にじゃあそれをあのまだ感染状況がわからない段階で開催されてしまうとあの公衆衛生的なやっぱり問題が生じてしまうというと、そのジレンマの解決でやはりまあ重要だと思ったのがあのベルリンアライブというウェブサイトですよね。それやっぱり普通まあなんかそういうものを Google とか Facebook が整えるんではなくて、このベルリン州としてそういうインターネットの場所を作ってでオンライン、まあ、今日みたいなだからこういうオンライン配信のいろんな文化イベントを登録できるようにして、配信ができてストリーミングできてそれに寄付もできるっていうような、まあ、あれがもうあの立ち上がったのは1週間ぐらい前っていう話をしていて、これが結構あのゲーテの人とも話をしたらかなり実は相当充実してきてるっていうことで、まあ、こういうようなものがやっぱり整えるっていうことがまた一つのなんかソフトパワーの なんだなと思いました。日本でもあの出てきてまして、実は私昨日鳥取であの平井鳥取県知事とちょっとお目にかかってたんですけれども、まあ、福井さんもよくご存じ鳥の劇場がね、まあ、5月はちょっとライブ配信にしようかというふうに考えていると。でそれを県がちょっと支援したいというようなことをおっしゃっていて、まあ、そういう動きもあの地方自治体ごとには出てきているので、まあ、そういうものが広がっていくといいなとは思ってるんですけどね。もうあどうぞどうぞ。あのまさにねこう我々は表現したい生き物だから、今こうやって確かに社会の安全を考えれば今この瞬間ね劇場を開くっていうのはそんな現実的とは思えないんですよ。その中でも我々表現したいから、じゃあ次何ができるか考える、こういう危機の時っていうのは新しい表現や新しいイベントのあり方がこう生まれるチャンスの時でもあるわけですよね。でその中で、このベルリンアライブっていうのはそれ自体はすごく珍しい考えではないと思うんですよ。すでに世界的にも行われて、もうご存知の通り行われているしね、コンサートが中止になった多くのアーティストが無観客ライブ配信をやり、アイドルたちもそれをやり、でことによると投げ銭的な機能を持っているサービスもすでにある。ただ違うなと思う点が2つかな、あって、一つは自治体が自ら作ったっていうことに対してやっぱりちょっとしびれちゃいましたね。なんかね、こうベルリンがそれをやったっていうのはすごいな。で今鳥取の話聞いてなかなか捨てたもんじゃないなと思ったのがまあ1点と、それからもう一つはこの新しいライブ配信だけじゃなくて過去の映像資産とかをどう生かすかっていうこのアーカイブですよね。今もう世界的に例えばアメリカで言えばメトロポリタンオペラはもう毎晩23時間限定で過去の名作オペラ舞台のハイ HD 映像を無料配信するってことをやってて、家でオペラも楽しんでくださいと。それからイギリスナショナルシアターも同じようなことをやってる。ベルリンフィルはすごい演奏をもうあの自宅でコンサート聞いてくれって言って配信してる。過去のライブイベントの映像のアーカイブが充実してるからこういう時に発信するものを持ってるんですよね。とそれを発信することで人々もう街に出ることができなくなっちゃった人々に活力や感動を届けることができるし、ことによると
寄付金も集めることができる、うん、それから、うん、早く収束して見に行きたいなという気持ちにさせることも大事で、やっぱりこれ、はい、アートっていいなって思わせる、まあ、したたかな戦略もあるし人々を幸せにもしてる、うん、とても残念なのは日本はね、もちろん貴重な例外はたくさんあるんだけど、全般にライブイベント、特に舞台の世界が、うん、映像アーカイブ、デジタルアーカイブを残すっていうことにね、うん、決して熱心ではなかった、うん、だからやっぱりどうしても、うん、特に演劇なんてね、やっぱり劇場で見てなんぼのもので、映像で見たのは本物の演劇体験ではないっていう、うん、そういうまあこだわりもあるんでしょうね、うん、まあ、メトロポリタンオペラはね、もうずっと長く先駆的にあの映像技術もすごく発達してやっていて、であれをあの見るとですね、だいたいアンケートを取ると9割ぐらいの方が本物を見たくなったと、うん、そうですよね、なるほど、本物を見るための呼び水になってるわけですね、そうなんです、だからあの、まあ、これを機会にですね、そういうまあ撮り方とか、逆にその映像じゃなきゃ見られないアップの映像とか、そうそうそう、前後にインタビューをつけるとか、うん、そういうことの工夫っていうのも、もうこれから必要になってくるんでしょうね、まただからそこに対して、うん、それは業界の自助努力の問題でもあると思うんですけど、うん、ただ今回のやっぱベルリンアライブのいいところは、うん、そこに対してすごい使いやすいプラットフォームを市が整えたってところですよね、うん、それだけじゃない、著作権制度としてもね、うん、EU は著作権の新ルールっていうのを導入したばっかりなんだけど、その中にこうしたデジタルアーカイブを推進しやすくするような著作権法の改定が含まれてたんですよ、うん、で日本はデジタルアーカイブが進まない原因のおそらく最大のものは権利の壁ですからね、今あれですよね、大学がどんどん結局あの開始時期が1ヶ月ぐらい遅れそうになった中で、オンライン授業どうするんだっていうところでも著作権壁になってたりしますもんね、あれ文化庁が久々にねこう思い切ったっていうか、あの前倒しで無償での授業、オンライン授業での利用を認めるためのパブコメ開始しましたよね、だからね、文化庁もたまにはやるなと、うん、まあ、だからそこがねどうなるのかというのも気になるところなんですけど、もう一つやはりちょっと今日リザさんにいらしていただいたので、あの伺いたいのが、まあ、冒頭にもちょっとお話ありましたけど、あの兵庫県豊岡であのこの新しいあの劇場がお披露目された中で、まあ、この、 あの総動画で公演を決断されたということで、あの実際あの朝日新聞のインタビューの中では、やはりまああのここであの地域として、うん、この地域自体はあのコロナ の、 あの、はい、影響がほとんど実はないということもあって対策をするということで、はい、やはりまあこういう時こそ芸術の力が必要だということで、うん、あのやらあの講演決断されて、はいはい、まあ、会場では、ね、結構あの質問なんかもあったでしょうし、うん、おそらくまあ批判の声もたくさん届いているとも思うんですが、うん、ちょっとそれをもう少しあの丁寧に教えて、批判の声はネット上ともうクレームの電話は数本ですね、実際には会場に来た方はもちろんあの来るわけですから、もちろんご批判は全くないです。で、まあ、私その昨日鳥取経由で東京に来たんですけど、で電車乗ったりとかして、どう実感としてもですよ、実感としても豊岡で万全なね、もう厳重な安全対策をして芝居の上演をして、もう窓も全部開けて上演するようなね、乗ってと東京で満員電車に乗るのと、こっちの方がどう考えてもリスク高い。で専門家会議も冒頭で申し上げたように、感染者の出ていないところではリスクの低いものから活動を再開しろと、これ僕たちたちはあの冷静に専門家会議の知見 の、 あの指示の通りに動いているつもりなんです。なるほど、なるほど、うん、それをちょっとこうヒステリックにあのもう全国一律というのはあの受け入れられないし、実際に豊岡市はもう19日から学校も再開しています。それは豊岡においては、あるいは田島地区においては学校に行かせないリスクの方が高いということを非常に関係諸機関とも協議をした上で市長判断で学校を再開しています。もちろん反対のご意見もあるので、うん、行かせたくない保護者の方は欠席扱いにはしません、うん、それから学校では万全の対策をします。でもどう考えても豊岡では子どもたちみんな外に集まっちゃうんで、うん、それよりは学校に来てきちんと安全対策をして管理した方がいい、うん、で要するに地域ごとに実情が全く違うので、うん、
そこをきちんと見ていかないと本当にこう社会全体が思考停止に陥ってしまうと、ね、これとなると、まあ、家庭の話になって恐縮なんですけれども、うんうん、例えば、まあ、豊岡でも、うん感染が見られていた、はい、あるいは、イベントのこの、はい、あのベルリンとかドイツのような保障方針みたいなのが政府が示されていたら違った結論もあり得たということなんですか、ね、あもちろん、あのだから私他の公演は中止してますので尼崎公演中止してますし、現実に本当は今週末から高円寺で東京でやるはずだった上演も中止ですのであああの全然あのあそれ、ね、全て決行しているわけではないということまさに、うん先日もインタビューで新聞記者からこれポジティブな感じで新聞記者は意地ですかって聞かれたんで、はいはい、いや意地じゃありませんと、うん、科学ですとなるほどなるほど、はいうん、いうことです、ね、いかがですか藤井さん今の、まあ、こういったあのイベント主催者の側も非常になんていうか厳しい決断を、うんまあ、迫られていて、まあ、それによるやっぱり決断のリスクっていうのを一方的に取らざるを得ない状況にもなってるわけですけれども、うん、あの今織田さんの話を伺っててねあの我々は確かにこうコロナと戦いに今もう突入してるわけですねでそれについてはいろんなご意見あると思うけども、まあ、戦い切るしかないと思うんですよよって今社会的リスクをできるだけ下げていくっていうのがおそらくみんなのコンセンサスだしこれはとっても正しいことだからコロナとの戦いですねでも気をつけなければいけないのは戦争の時には判断停止がしばしば訪れます我々は戦うなら賢く戦わなければいけない今は戦争だから全てを我慢しようと欲しがりません勝つまではで行こうとよって我慢が美徳で我慢が目的になってしまってはいけないと思うんですね、そういう戦い方では戦争には勝てないということはもう証明されてるんだから我々はクレバーに戦わなきゃいけないと思うんですよ、うん、その意味でおっしゃったみたいにどこが一番リスクの高いところでどうすることによって効率的に防ぐことができて人々の活力とかね大事なものを他で失わないでいられるのかっていうことを我々は考え続けて戦わなければいけないなっていうふうに、とても思うところですあの勝手に判断しているわけではなくて専門家の知見もものすごく効いてやっています、うん、であのまあ私自身が大阪大学ではその科学コミュニケーションの授業を作ったりとか、まあ、大学の問題を作ったりするのが仕事一つの仕事なの でその時に必ず今回のことと関係なくね必ず学生たちに説明するのはゼロリスクというのはないんだと要するに感染症を抑えたいんだったらば全員を家に閉じ込めておけばいいしかし家に閉じ込めておくと当然ストレスたまりますし生活習慣病も起こりやすい他のリスクが必ず生じるともう一つはリスクはトレードオフだっていうことですあるリスクを抑えようとしたら他のリスクは必ず出てくるとじゃあそれを冷静に判断するのがあの重要特に科学コミュニケーションの世界では重要なんですけどその冷静さを失ってしまうとまさに福井さんがおっしゃったように特に日本は同調圧力が強いので、まあ、あのもう一律で自粛というムードになってしまうということなんですよねだから、まあ、あの当然医療者がですねリスクをあの最初にしたい医療者ができるだけ強い自粛緊急事態宣言というのを要望するというのはこれは彼らの知見からすればもちろん正しいわけですけれども同時にまたこの経済学者がこれ都市封鎖を大規模に長期間やれば本当にこれ経済が死んでそれによって死者が出るのももう何万人何十万人何千万人時によっては何億人って出てしまうというようなというこれどちらも正しいだからまさにそのトレードオフの中でじゃあどうすればいいのかっていうのを決断するのはまさに政治家が政治家のね責任でやるしかないわけですけれどもやっぱりちょっと今見ているまあそれぞれのねその会見なんかを見たりしている分にはどうもその決断っていうものを十分にできていないっていうふうに思いますよね。あのどうしても、まあ、特にあの一斉休校問題に象徴されるように首相が専門家の意見を聞かないで、まあ、あれ聞かなかったと明言してますのでね聞かないで言ってしまうとその後の専門家の発言がそこに縛られてしまう、うん、だ今の内閣の一番ちょっと悪い面が出てるんですよね、うん、だから森友問題とかあの桜を見る会問題と同じで首相が何か言うと官僚はそれに合わせてしか発言ができなくなってしまうので、まあ、そうすると冷静な判断ができなくなってしまうってことですよね
この政治家がある意味戦略的に判断をするっていうのは今回の欧米での文化セクターへの緊急支援策っていう点でも現れていたと思うんですね。今日ちょっとドイツの話が多くなったけれども、例えばアメリカは例の2兆ドルの空前の経済対策パッケージの中に文化セクターへの支援も相当入ってる。これまでアメリカって実はもう民間の寄付が充実してるから文化政策には実はお金そんな出してなかったんですよね。もともと寄付金税制が非常に手厚いんで文化セクターだけで年間2兆円の寄付金が集まってると。これ主に金持ちが出すんですけれども、あの税金がほとんどそのままなくなりますからね。だから出すっていうんで非常に手厚かったんだけど、加えて今回の経済対策では、非営利の芸術文化方面だけでだいたい250億円ぐらいは緊急支援金が出る、うんうん、これ5つの団体を経由して払うんですけれどもね。それからイギリスでは国民1人当たりでいうともっと大きくて大体212億円ぐらいを緊急支援として、芸術文化セクターなど、個人フリーランスに出す。さらに給与保障とかもするんですよね。給与の 80% は政府が、保証補填しますよ。フリーランスも、最高月額33万円まで、政府が補填しますよというようなことをやる。なんでかって言えば、そうしないとパブやレストランや劇場を完全に閉じさせるのは無理だって判断が多分あるんですよ。だからそこはしたたかにそうしないとコロナを抑え込むことができない。だから最低限生活が成り立ち、ひどい連鎖倒産を生まないようなことをすることによって効率よく戦おうとしているってことは言えると思います、ね。これでも先ほど折田さんがおっしゃられたやっぱり同調圧力が強い日本社会との裏返しというか、日本社会の場合本来だったら保証とセットじゃなきゃやるわけないっていうところが日本は自粛要請しちゃうとしちゃうんですよね、うん、しちゃうから。だからこそそれでコストを本来だったら払うべきところが払わなくても何とかできてしまうように見えてしまうってことで、ところが破綻する K-1 の時みたいにね、うん、そんなことでは倒産してしまうから、うん、K-1 は結局公演やらざるを得なかったを、まあ、突き進んだ、うん、それが正しかったという気は全くないけれども、うん、無理を強いればそういう破綻がやっぱり生まれやすいから、うん、つまり第2、第3、第4の K-1 が今後はもちろん長引きが長引くほど起きていくということですね。それは末端ですでに起きてるんでしょ、うん、多分小さなお店とか、うん、もう自転車操業で生活がすぐに破綻してしまいそうな人たちは閉じようがないから今でも多分経営してる。どうしても文化政策というのは理屈だけではなくってその国の風土とか歴史に根ざす部分があって、アメリカはやっぱり新しい国で自分たちで作った国なので、税金の使い道も自分たちで決めさせろということで寄付税制、それとまあプロテスタンチズムが非常に密接に結びついてああいう政策になってますね。でドイツはベルリンは特別で他の地方都市は公共セクターが非常に強くて、まあ、例えばハンブルグの州立歌劇場おそらく700人から800人ぐらい雇用されていて、彼らは劇場に雇用されているので劇場が止まってもですねある程度、まあ、仕事もあるし多分本当に今掃除とかメンテナンスとかしてると思うんですけど、で毎日失業しても失業保険が出ると。でフランスは個人主義の国なので、まあ、フリーランス全員がフリーランスなんだけれども普段からアンテルミタンという強い保障制度があって、まあ、年間今どのぐらいですか増えてますけど年間800時間とか900時間働けば働かない月もだいたい20万円ぐらいの所得保障が普段から、ね、普段から保障ね、はい、でこれはねフランスはもう非常にはっきりしてて経済的な才能のある人間が経済的な理由で他のジャンルに行かれてしまうことはフランス全体の国益を損ねると、うん、なので芸術家はある程度一定の仕事をしてもらえれば年間を通じて芸術家でいられる制度なんですね、うん、だからそれ国ごとにやっぱり文化とか歴史とか宗教の背景は違うんで、まあ、日本は日本なりの制度をこれから作っていけばいいと思うんですけどそのあまりに脆弱なところに、まあ、今回の問題が起こったっていうことなんですね。ちょっと戦略が感じられないところはありますかね、うんうんうん、現状ね。だからまあこれを機にですね、うん、喫緊の、まあ、個人の保障それから中期的な、うん場の保障、うん、そして、まあ、長期的にじゃあ日本の芸術文化政策どうするんだっていう、まあ、これ長期的な、うん、もの、まあ、3段階くらいに分けて、まあ、これを機会にですね議論が広がっていくといいなと思うんですけどね、うんうん、
今日ですね、まあ、こういったあの番組ではあるんですけど、今ネットで放送していて、その方でも質問なんか募集しているので、いくつかちょっとその質問を読ませてください。一つはあれですね、クールジャパンどこへ行ったんだと、どこを向いているんだっていう、まあ、今日の、ね、あのテーマが危機の時代における文化政策ということなので、まあ、大きな意味で、ね、文化政策が問われているということでもあると思うんですけど、いかがですか。もうまさに質問者の意図の通りだと思うんですけど、コンテンツ産業がこれからの日本の大きな産業分野になってくることは財界の方たちも分かってると思うんです。ところがまあ、学術でも基礎研究や先端研究がないところに応用科学っていうのは生まれてこないのと同じように、要するにそのアートの世界も基礎研究や先端研究がないと本当の意味での世界的なコンテンツって生まれてこないんですけど、そこを日本は全部民間セクターに頼ってきたっていうことですよね。例えば私たちの世界でいうと、韓国は映画演劇学部のある大学が95あるんですね。人口比率でいうと日本の20倍あるんですね。でそれが韓国映画や韓流ドラマの流星を支えていて、で韓国の俳優はみんな大学を出て基礎教養もあれば伝統芸能もみんな習ってきているので、韓流スターたちは時代劇も現代物も両方出られると。でそういうところ全部日本は民間に任せてきたんで、民間セクターが非常に強い優秀な国だったので、今まではそれで持ってきたんだけれども、本当にコンテンツ産業を育てようとしたら、やっぱり基礎研究や先端研究にもきちんとお金を出さなきゃいけないってことなんですね。はい、まあ、福井さんに伺いたいのが、この文化政策ね、日本の文化政策、いわゆる1人当たり GDP に占める文化予算の割合というのが OECD の中でももう本当に最下位に近い、まあ、例えばその文化予算の比較で言えばもう韓国の5分の1ぐらいですかね、1人当たり GDP にする文化予算の割合で、これって文化庁がまだ庁で文化スポーツ省になってないとか、まあ、福井さんのよく持論でね、もう道路のこの建設予算にはもう年間1兆円かけてるのに、なんで文化にはこんなに文化庁予算が低いんだっていうこと、これやっぱりもう少し手厚くした方がいいんじゃないかっていうこと、でもなんかそこで文化政策を民間に任せて国が支援するっていうのをやってこなかったことが、まあ今日寺田議員との話でもあったように、なんか政治の側がまさにその必要性を全く認識してないっていうような、軽視しているというようなことともつな、人って全部つながっていると思うんですけど、いかがですかね、これ、うん、織田さんも今言ったね、その民間に投げてたっていうのは確かに事実だったと思うんですよ。でさっき話が出たアメリカですよね、これはそんなに文化助成やらないんですね。でそれは個人の寄付で賄うわけです。でもこれ間接的には政府が支えているとも言えますよね。つまり個人が寄付した時にはその分税金をほとんど丸々引いてあげるわけだから、政府の税収は減るわけです。つまり政府は税金を集めて文化助成をする代わりに、税金をもう丸々安くしてあげるから、あなたたちが直接支えなさいよっていう形で芸術文化をずっと支えてきたっていうのがアメリカの戦略ですよね。そうすることによって民間の活力と民間の支える力が結びついた。一方でヨーロッパはそうではなくて、いわばパブリックということを非常に重要視して、税金の中から手厚い保障を、それこそ文化予算、国民一人当たりの文化予算で言えばもう10倍とか、そういう規模での助成を行ってきた。これも一つの戦略。じゃあ日本はどの戦略があるかといえば、どうも日本文化受けてるらしいねっていうことになってクールジャパンだと。確かに海外での日本文化人気は今本物だと思います。本当に本物です。でもそれは何らかの国家的戦略があってやれたというにはちょっとほど遠くて、本当に民間の力ですよね。漫画家さんが四畳半で個人の妄想から生み出した作品が世界のハートをわしづかみにしたとか、アニメももちろんその通りだし、織田さんたちのような舞台の活動もそうだし、 Perfume だって何だってそうですよね。でその戦略がないところで今このコロナが来た時に救う戦略もまた全く用えていなくて、その中で例えば先日一緒に議員たちのこの状況を憂える議員たちの緊急集会でご一緒したのは、ネルケプランニングといういわゆる 2.5 次元ミュージカル、クールジャパンの代表格のような 2.5 次元ミュージカルの一番大きな会社の松田さんというトップの方だけど、彼は非常に孤立した気持ちで、救ってくれと言うんじゃないけれどもこの窮状を伝えたいという胸を打つ話をしましたよね。そんな本当にクールジャパンを引っ張るような存在が孤立をして、そして
危機に瀕してしまっている状況、これをきっかけに本当の国家が支える戦略とかね、民間が支える戦略を考えていかなきゃなっていうふうに思いました。うん、あのコメントの方では、アリシュさんという方から、まあ、やはりこの文化を享受する権利みたいな話とともに、うん、自治権の話が出てますね。つまりこれあの豊岡市にはちゃんとやっぱり自治権があって主体的な判断をした。これ、まあ、ベルリンの文化政策があの他の州よりも多分うちはどんどん緊急的に流行るっていうのと同じで、自治権という観点で、はい、まあ、文化大臣の話が出ましたけれども、ドイツは私の知る限りではヨーロッパで最も最後に文化大臣を作った国なんですね。これはあのナチズムからの反省で、国が直接関与することをできるだけ避ける政策なんです、ドイツの文化政策。それで州に非常に強い文献を、まあ、しています。で、あの特に文化というのはその地域の独自性と国際性、あまり国家とかと結びつかない方がいいんですよね。で、豊川はもう最初からあの東京標準で考えない、世界標準で考えるっていうのが市役所内でのモットーになっていて、要するにそのもともと反軍演説した斉藤隆夫って戦前に、ね、反軍演説したそういう人たちを生んだちょっと反骨の土地柄なので、それをこう国家の政策をそのままには受け入れない、要するにあの無反省には受け入れない。ただね、これがきついのは人口8万人だと、うん、やっぱりね専門的な知識とかデータがないんですよ。なるほどなるほど。だからやっぱり州規模とかじゃないと、うん、あの独自の政策打てないっていうところがあるので。なるほどね、うん、そこはね、うん、限界があるんですよね。うん、うん、まあでもそういう意味でのね、だから実はやっぱり文化というとすごく特に日本の場合って要するに文化に政治を持ち込むなっていう議論がすごくあるんですけれども、文化ほど実は政治芸術と、まあ、文化芸術ほど政治と密接に結びついているものはないっていうことなんですよね。そうです。だからあのさっき言った歴史やその宗教性が反映するというのは負の側面もあって、やっぱり日本がその文化政策が弱いのは日本と日本社会が自分たちの文化や言語を奪われた経験が全くないからですよ。それ幸せな民族なんで民間セクターだけでやっていけると。それはやっぱり植民支配を受けた国とか、あるいはそのまあ国境があの様々に変わっていく国、ヨーロッパとかですね、そういうところではもう文化というのは民族のアイデンティティと結びついてるから、これが過度になりすぎるとナショナリズムに行きすぎるんで、そういう抑制も含めたあの文化政策っていうのがまあ長年こういろんなあの知恵の結晶として出てきてるんですよね。日本残念ながらそれがないので、まあ、それをどうやってこれから作っていくかってことですよね。うん、もう一つ質問が来ています。日本は日本から文化芸術を発信することが国益になると捉えていないのかという質問がありました。もう一つありますね。まあ、これはそれと裏腹の質問ですかね。こういう緊急事態には芸術や文化は一番初めに切られるのは仕方ないことなんでしょうか。生きていく上には必要ないという意見も理解できますが、全てをただの娯楽として見捨てられるのはやるせない感じがします。いかがですか。後の方の質問からお答えすると、僕はもうちょっと本当にここ数日こういう取材を受けること多いんですけど、まあ、そこでよく説明するのは命はみんな大事ですと。だからあの健康を守るためには政府の判断に従いますと。でも命の次に大事なものは人それぞれ違う、うん、演劇で救われる人もいれば、音楽で心が慰められる人もいれば、スポーツで勇気づけられる人もいる。でそのお互いが何を大切にするかをお互いが理解し合って寛容になることが大事なんだと思うんですね。俺も我慢してるからお前も我慢しろじゃなくって、今は我慢するけどこれが解けたらプロ野球見に行こうねでもいいし、劇場に行こうねでもいいし、そこのまあ連帯がね実は一番重要であって、そこがちょっとその非常に強いストレスを受けて皆さんがまあ、あの全部ではないですけれども非常にこうささくれだった感じになってるっていうのが一番危険なことなんですよね。だからそこをで絶やしてしまうと、あの産業以上に回復に時間がかかってしまうので、そこをどうにかしてこう細々とでもいいから、まあ、維持していくということがまあ大事なんじゃないか。今のだから織田さんの話で言えば、本当に今コロナがずっといつ終わるか分かんなくて、うんうん、
将来が見通せないじゃないですか、うん、で自分がいつ罹患するか分からないという不安があって、うんうんうん、でも結局コロナって、うん、あの感染症に対して何を言っても彼ら聞いてくれるわけではないので、うんうん、そうするとそのコロナに対する不安というのがどんどん人に対する不安とか不信感につながって不寛容になっていくというそっちの方が怖いんですよね、うん、もう一つはその日本文化発信のことなんですけれども、これまあオリンピックがまあ延期になってしまいましたが、このオリンピックの文化イベントがロンドンオリンピックの時ほどにうまくいってなかったのは、要するに日本の文化は素晴らしいからとにかく発信しろというあのものになってしまった。でも先ほど申し上げたように、ドイツではドイツの劇場では誰が作ってるとかそういうことは関係ないんです、うん、素晴らしいものは素晴らしい。そうですよね、うん、でそれは全部日本で作って、まあ、日本で作らなくてもいいんですけど、私例えば国際交流基金の仕事でずっとバンコクとかマニラで作品作って、でもそれは日本が関与している文化なんですよね、うん、全部向こうの俳優使って向こうのスタッフ使って私だけが行って作る、うんうん、これも日本文化なんですよね。だからそれはその国の人たちのものでもあるし、うん、日本のものでもある。そうなんです。シェアするって話ですね。それがあの今のあのグローバルなところで の, あのアートの、まあ、なんていうかな、あの戦略の基本なんで、強くナショナリズムを打ち出してしまうと逆効果になってしまうんですね。うん、福井さんいかがですか。うん、いやあの今の2つ の,、ね、あの文化の発信に価値があるのか、それからやっぱり切り捨てられてしまうのか、あのどちらにもあのとても今の本当にあの重要な質問だと思うんですよね。でそれについて感じるのは、今はとてもそうは思えないかもしれないけれども、コロナ後というのは必ず来るんだということですね。今 とてもそんなふうには信じられないけど、でも必ずコロナ後の時期がやってくる。その時に いろんなものが根絶やしになってしまっていたら、それはとても困るわけです。文化発信がどれだけのインパクトを持っていたか、それはもう日本を訪れる観光客の数が証明していたわけですよね。日本に留学してくる人たちに聞けば、大抵はアニメが大好きで、あるいは日本の漫画が大好きでこうしてやってきました。つまり文化発信の力があるからこそ人々を引きつけることができた。じゃあコロナ後にその発信するものがなくなっていたら、日本はどう立ち直っていくんですかっていう話である。 他の国がものすごく維持とか発展に今の時期にも力を入れているので、うんうん、あのプラスとマイナスでこんなに差が出てしまいますよね、はい、それから心も同じですよね、うん、あの文化は生き死にの問題じゃないからっていう典型的な言い方があります。でも私は文化は生き死にの問題だと思う。それは先ほど織田さんが言ったような意味においてです。我々の社会的生存にとって、少なくとも文化が生き死にである人たちはたくさんいるわけですね、うん、その人たちがコロナ後にも生活していくために、我々はその根を絶やしてはいけないというふうに思うんですよ、ね、それとあのどうしても芸術というと非常に高尚なものというイメージがあるんですが、うん、あのどなたもその恩恵を受けていて、例えばカラオケでストレスを発散するといっても、そのカラオケは何かの楽器で演奏され、楽譜によって記録されてるんですよね。長い西洋音楽の、あるいはまあ日本の音楽の歴史の結晶として大衆文化とかもあるんで、ほとんどの人がその恩恵を受けてるんですけど、それなかなか芸術の力、要するに先端研究や基礎研究というのは見えにくいから。でも科学もそうでしょ。微生物と か, なんか天体の観測とか何に役に立つのか本当分からないけど、それが100年後に役に立ったりするので、いやこれは本当でね、今テレビなんかで非常に人気のある俳優たち、もうこれ大好きって言われるようなバイプレイヤー、かなりの確率で小劇場の出身者ですよ。そうです、ね、で彼ら大体30ぐらいまでは舞台で食ってます、うん、っていうか舞台で食えてませんでも舞台で生きてます、うんうん、で今時だと、うん、かなり早くて30ぐらいのブレイクですよね、うん、モデル上がりの方とか、うん、うちの志賀孝太郎なんて45でブレイク、そうですね、うん、だからそう、前年度も素晴らしい方々を生み出してる、うん、で、気づかなくても社会を支えてるってことが世の中にはたくさん、うん、たくさんあって、それが全体が社会の安全保障を形作ってる、はいはい、逆に言いますと、これ文化の話を離れてもやっぱりその、生き残ったものが文化だというような新自由主義的なもの、これが今回、まあ医療がまさにそうでしたよね。イタリアが崩壊してしまったのは医療の
予算をすごい絞ったところにあれが来ちゃったから、うん、それからアメリカの場合には4000万人の無保険者がいるってところがやっぱり土壌になってると思うんです、ね、要するにこの新自由主義的な傾向っていうのがこういう時に非常に脆いってことを、まあ、やっぱりみんなが痛感しておくべきだと思うんですよ、うん、でここの反省からどうやってもう一回社会を構築していくかってことがやっぱり問われてると思うんですよね、うん、だからあれですよね、その生き死にの問題で言えば、例えばだから今ヨーロッパで今問題になっているのがやっぱり家にみんないなきゃいけないので DV が増えたりだとか、あるいはあの 性暴力みたいなもののやっぱりそれ あの対策っていうのを今そのあのちゃんと厚くしようっていう話になってきている。でさっきの生き死にの話で言った時に、例えば日本で言えば今だから書店の売り上げとか、まあ、Amazon の売り上げとかすごく増えていて、つまりそれはもう家にずっといたら人はやっぱおかしくなってしまう。だからその時に文化を享受することで、まあ、言葉強く言えば正気を保っていられる、正気を保つためにやっぱり文化芸術というものはすごく重要でもあるし、そういった側面にまた光が当たっているというところもあるのかなと思います。特にやっぱり子どものストレスが今すごく溜まっているので、今でもできる文化政策とかあって、例えばあの文化庁文科省が絵本を買い上げて無償で配布するとか、今図書館も閉まってるんで、これ子育て世代にとって本当に大変なんですよ。あのちっちゃい子のいるご家庭はね、図書館で10冊20冊借りますから、一月にこれ止まっちゃうと子供にとってすごい喋れない子たちにとって潜在的なストレスになりますね。そうですよね、うん、でそれやれることからまずやっていくってことです、ね、うん、そう、こういう時は本当にやれることをやるのが大事だと思う、うん、ちょうどそろそろもうお時間になってきたんで、うん、まさにこの、今日のテーマがね、この危機の時代における文化政策、うん、まあ、日本は残念ながらやはり欧米と比べるとまだ特別にこの業界向けの、給付金すら打ち出してないという状況でもあるんですが、最後にお二人に今少し触れられましたけど、今、まあ、緊急で求められるこの日本の、文化芸術向けのこの政策、文化政策、そして、中長期的にこういった支援も必要じゃないかというのを伺って終わりにしたいと思います。じゃあ、堀田さんから、はい、いくつかあるんですが、今特殊化の方からもご相談を受けて、ちょっと本当に若手のアーティストだけでも緊急支援できないかということで、まあ、4月末ぐらいからクラウドファンディングを始めて、今回中止になった若手劇団とかに、まあ、20万とか50万だと思うんですが、まあ、それでもしのげることにはなるので、そういった支援をお手伝いを今しています。から中期的には実はその昨日鳥取県知事にお目にかかったのも、まあ、豊岡市とそれから鳥取県近いの で9月に演劇祭があるので、まあ、そこでは今回3月4月に中止になった劇団を優先枠で招待して、で先にお金も渡して、でこの、うん、本来行政できないんですけど、うん、このお金はもう何に使っても借金返済に使ってもいいと、うん、作品さえ後で上演してくれれば演劇祭の時に、うん、というようなことで今回表現の場も奪われてしまったので、もう作品できてる劇団がたくさんあるけど、うん、表現の場がないんですよ。で演劇は特に延期がしにくいジャンルなので、うん、まあ、9月ぐらいならまだできる劇団もあるので、そういうところに優先的にそうやって支援をしていくということをちょっと知事ともお話しして、豊川市長も非常に賛同して、そういう形で、うん、まあ、どこ収束が条件ですが、うん、収束してもまだちょっと東京長引くと思うんですね、うん、とやっぱりその感染者がいないところとか収束の早いところからやっぱりそのバックアップ機能ですよね。だって例えば都市封鎖が起こっても、で工場も閉鎖されたとしても、どっかでマスクは作んなきゃいけないし、どっかでアルコール消毒液作んなきゃいけない、その時に本来はその多様性を生かしてバックアップをどっかでしていかなきゃいけない、これ文化も同じだと思うんですよ。で私たちはその田島とか鳥取とかでそのバックアップ機能を果たしたいっていうようなこと、まあ、これが今私たちが取り組んでいるところです、ね、これ実はツイッターの方で質問が来てて、はい、ベルリンの文化政策に驚いたんですが、はい、日本の地方都市が追随できる余地はあるでしょうかと質問で、うん、まさにそれに答えるような文化政策は、うん、文化政策は首長の判断が非常に大きいので、うん、市長とかが県知事とかが判断をすればそんなに大きな予算ではないので、うん、言ってもですよ、行政全体から、まあ、要するに特徴が表しやすいところでありますよね、はい、そうなんです。
で、うん、あのこれははっきりあのもうまさにソフトパワー戦略で、うん、そういったアーティストを招いたりすることによってちょっと長期滞在もしてもらおうと思っているので、うん、そのことで最終的にアーティストが移住してきたりとか、うん、そういう戦略にもなるんじゃないかということも当然政治家は考えていて、それは僕はいいことだと思うんですよ。だからきちんとそんなあの綺麗事ではだけではなくって、ちゃんと政治戦略の中に入れていくってことが大事だと思います、ね。いや、それは多分あれですね、名古屋市の河村市長は考えてなくて、あの大村知事はすごい考えていると思います、ね。うん、僕はね、いつその話しようかと思ったんですけど要するに私たちアーティストからするともう名古屋市とはできないねっていうのがほとんどの若手の演劇人の、だって例えば私のソウル市民という作品をですよ、名古屋市職員過ぎてからその話職員が、ね、一生懸命準備をしてくれても一言で中止になるようなリスクは負えないです。そうですよね、うん、現実的判断ですよね。そうそう、だからまさにそれはあの名古屋市駅を損ねたんですよ、うん、あの人は。なるほどね、うん、いやでもそのことがもうとても僕も実感としてよくわかる、はい、あの話でした、はい。じゃあ最後に福井さん、あの文化、まあ、今短期的なもの、そして中長期的な求められる文化政策、こういうものを政府に要望、政府あるいは自治体に要望したいというのを教えてください、うん。あの短期的なことでいうとね、あのまさに今やれることをやれる場所でやっていくっていうのが今日本当キーワードだったなと思うんですよ。でこの点で私は先ほどライブイベント芸術文化の経済構造は脆弱ですというふうに言いましたけれども、これは半分本当でも半分は、撤回します。なぜならばこれは同時にとっても強靭なセクターだからです。低コストで活動する術を身につけてます。低い生活費で十分生きていけます。そういう本当に強靭な部分をね、先ほどの鳥の劇場なんてまさにその最たる、私の元の相棒たちですけど、まさにその最たる例で、これっぽっちのお金があればすごいことやってのけるんですよ。でそれが芸術文化セクターの力ですよね。だから必ずこの先もやれることを見つけていくし、大きく立ち直っていくでしょう。でもそのための2番目、今この瞬間サポートが必要なんです。社会のサポートが、今この瞬間どうしても生活できないから、あるいは連鎖倒産がどのジャンルよりもたくさんの損失を被ってしまったからこそ連鎖倒産も起きるから、どうしてもこの瞬間サポートが必要だから、緊急支援はこれは絶対に必要だと思います。で3番目、長期的なことで言うとコロナ後を考えましょうと。コロナ後いろんな明るい、たくさんできることも出てくるでしょう。でも同時に災害も感染症もまた出てくると思うんですよ。でもう我々はコロナ後そういう災害や感染症のリスクなしに芸術文化活動を考えることはできないから、じゃあライブイベントがまた感染症の襲来を受けた時にまた支える保険はありません、支える保障制度はありませんで行くんですかっていうことが問われてくる。例えば感染症に対して民間の保険会社は今保険受けられないと言ってる。じゃあそのリスクどこか代わりに受けるような制度、例えば公的な保険の仕組み、保険料を集めても構わないから公的な保険の仕組みを作るのかとか、そういう今後どういうふうに芸術文化が行われていって促進されていくかっていうコロナ後も考えていかなきゃいけないなというふうに思いました。はい、ありがとうございました。本当にあの2時間という中で、まあ、諸外国の、まあ、ベルリンもあの多分かなり具体的に、ね、細かい話が聞けたという点でもあの非常に有用だったと思いますし、まあ、日本 の, あのやらなければいけないこととかも見えてきたと思いました。まあ、なんかどうしても、ね、僕去年あの愛知トリエンナーレの経験があったのでやっぱそれに引き付けて考えちゃうところもあるんですけど、あの愛知県の大村知事口癖、あの本当に口癖で、あの芸術文化に行政が関わるのは金は出すけど口は出さないと、もう自分はもうそれをあのなんだって言って、で過去3回トレーニングやってるんですけどずっとそれ言ってるんですよね。で、あれだけの騒動が起きてもやっぱり最後まで大村さんあれを貫いたということで、でもその金は出すけれども口は出さないということの意味というのがね、コロナによってよりなんというか今切実になっているという部分でもあるのかなというふうにも思いました。あのこの状況自体がですね、本当にあの刻一刻と変わってますし、まあ、東京も本当に都市封鎖ロックダウンもあり得るのではないかと僕は思ってますし、
まあ、そういうような状況になった時にこのイベントの自粛という状況も変わってくるでしょうし、まあ、今後どうなっていくのか本当に1週間2週間単位で変わっていくと思うんですが、あのなかなかこういうことを地上波テレビでね大きく取り上げたりはしないので、まあ、せっかくこういったあのゲーテさんとこういう機会ができて、この後あの3回残りもシリーズでやっていこうと思ってますので、また状況が大きく変わるようでしたら、またこの議論ができればなと思います。どうも織田さん、そして福井さん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではスタジオ 202X 危機の時代における文化政策、一応2回目以降も予定されているんですが、ちょっとこのコロナの状況もあるので、どのような形でやるのか実施するのかというのもちょっと未定なんですが、一応やろうという話にはなってますので、また正式に決まったら告知させていただこうと思います。それでは皆さん、ご覧になっていた皆さんも最後までありがとうございました。堀田さん、福井さん、ありがとうございました。